え皆さんお待たせしました定刻になりましたので、えー、と本日のラウンドテーブル、えー、開催させていただきます、えー、今日の、えー、と進行を務めさせていただきます岡山県立美術館の福富ですどうぞよろしくお願いしますこれからちょっと座ってあの着座にて失礼いたします えー、皆さんはもうあの展覧会の方はご覧いただけましたでしょうか、えー、この度の、えー「小林正和とその時代」えー「ファイバーアート、えー、その向こうへ」という展覧会なんですけれども。えー 展覧会の概要といたしましてはこちら会場であります京都国立近代美術館の開館60周年を記念した展覧会ということで昨年度から日本画でと映画の世界でも大変活躍されたカイノシさんの展覧会そして4月からはリスタートラインということで現代美術の動向展を開催されましたまたそれに続いてはあ総電車最高という 焼き物の展覧会をし、そして秋にはあの京都画壇の青春ということでこちらのコレクションを中心とした日本画の展覧会を開催されました。そしてこの60年の開館を記念する最後の展覧会としてこの小林正和とその時代という展覧会を開催されるに至ったわけなんですが、開館して美術館が開館して60年という長い歩みの中でスタッフは変わっていったり時代。 社会のの変化っていうものもあるそうした中でこの京都の国立近代美術館がどういった活動をしてきたかっていうことを、まあ、京都という独特なこの風土のある文化のある土地に根ざし,したものを検証していこうという展覧会の一つであったと思います。あの私岡山に仕事をしているんですけれども、えー なんかか幸いなことにこの度のこの60周年の展覧会の2つの展覧会に関わらせていただきまた一番最初のスタートライン現代美術の動向展では岡山の彫刻家の方が参加されていたりということであの随分とあの岡山とこう関係のある展覧会を関わらせていただいたあのこの京都国立近代美術館の60年のこの一連の展覧会だったと思います。 そして今回のテーマであります「ファイバーアート」というのは京都というのがやはり西陣を持っている染色の文化というものが大変やっぱり一つ大きなテーマである国立の美術館ではあるんですけれどもやはりこのこ,この土地やっぱり京都にある美術館としての特性があ 国立のというだけではない活動をやはりこの京都の国立近代美術館に促してきたんだなということが今振り返るその60年の展覧会の各 日本画であったり焼き物であったりといったところにやっぱり京都という土地っていうものがすごく活動に影響を与えていいいたんだなととうことがあると思いますそうしたテーマの一つがファイバーアート染色あるいはテキスタイルと呼ばれるものがテーマになってきたんだろうと考えていますが今回そのファイバーアートという言葉についてはさっきの 解説でもありましたけれどもまあテキスタイルアートと言われたりファイバーワークと言われたりまあいろいろな呼び方がありますが今回の展覧会はファイバーアートという言葉を使わせていただいていますで、えー、主役となります小林正和さんは1944年のお生まれで2004年にお亡くなりになりましたが、えー ええ、に二千四年の段階では、あの岡山の県立大学のえっとデザイン学部の教授をされていたあ現職でご請求されたというご縁もありました。晩年の約十年間を岡山の県立大学で教え たくさんの、えー、と学生さんたちに指導をいただいたというご縁がありましたので、えー、お生まれになった京都というところと、えー、そしてまあ最後教えていただいた岡山という2会場でこの展覧会を、えー、開催させていただく運びになった次第です、えー、そういう経緯もありまして、えー、今回あの私この司会役ということを一、えー、つ、えー、持たせていただくことになりました。えー、これまで <coughs> 小林正和とその時代っていうものをどういうふうに理解をしたらいいかなっていうふうなことで我々展覧会を担当しましたスタッフとしてはいくつかのプログラムを考えました。 最初にありましたのがメインで展覧会を担当しましたこちらの池田さんか講演会ということで欧米のテキスタイルの動きと日本のファイバーアートの大まかな流れについてご紹介いただき1回目のラウンドテーブルでは。 日本のファイバーアートと世界そしてローザンの宇治京都っていうようなところで,でここで赤字にさせていただいたのは、まあ、キーワードとしてやはり日本と世界という対比そして先ほどから言っている京都という場所の特性みたいなことがやっぱ大きな一つテーマであったかなっていうふうに振り返ることができると思います。でえー 2回目のラウンドテーブルに,につきましては、えー、とテキスタイルマジシャンに登場された5人の作家さんということをテーマにしましたがそちらの方ではやはりこの自然っていったものの捉え方そしてそれが日本に向けられる世界からの目視点っていったものが一つキーワードになったかなというふうに思います。意外とと回目の話を聞いたきに パネリストに来られてた先生方からはあの世界から見られている視点っていったものがあそれを自覚した上でそんなもんかなっていうふうに思っておられたところがあの私はとても印象的でした。あの日本的なって言われるそのなんかこう マークをつけられている部分というものをすごくあの作家の方々が受け入れた上でなんか自分自身のやりたいことをやっていたんだなっていうのがあの二回目の話からあの伺えたところです本日ラウンドテーブル三ということでメンターとしての小林正和というお話を今日させていただき一番最後にはラウンドテーブル四はイギリスの研究者でありますレスリーミラーさんをお呼びしての 世界の小林正和、そして日本のファイバーアートということでしみくくるプログラムの一つとして本日準備させていただいております。で、今回のテーマでありますメンターとしての小林正和っていうんですが、あのメンターという言葉を皆さん聞かれたことがありますでしょうか。え私は本当にあの恥ずかしながら初めて聞いた言葉で、えこれ何んていう言葉なのかななんていうふうに調べましたら。 えー、辞書に出てくるのは「良き指導者」や「相談者」「恩師」などという意味を持つ言葉。 ギリシャ語にこう登場する指導者の名前が語源ですよっていうふうなことが書かれていましたが主に使われるのは現代のビジネス用語として使われている言葉らしくて企業セミナーであるとか企業が若い新人の社員を教育をするあるいは育てていくときに上司とは異なる 相談相手であったり助言者である、まあ、ちょっとした先輩っていうふうな位置づけにあるのがこうメンターというそうです。 でメンター制度っていうふうな形で企業なんかではこう取り入れられている言葉なんだそうですがあの今回その小林正和さんっていうのがそのメンターとしてどういうふうな役割を果たしたかなというのを小林さんの世代より一つ後の世代に位置づけられます作家の方々4人に今日はパネリストとして登壇いただいております。 私の方が一番遠くなりますけれども、えー、と一番右端が扇親さんですそれからえっと島田清則さんですで豊崎光雄さんですで野田涼美さんです。 今回の展覧会では「ビヨンド」の部分にもう一二方三橋淳さんがいらっしゃるんですが今回は都合によりご出席できなかったということなんですけれどもこちらのいらっしゃる4人とはいろんな展覧会で絡んできたり同じ時代に活躍されている作家さんとして展覧会でもご紹介しておりますので今日のお話の中でも三橋さんのことはいろいろコメントが出てくると思いますのでこちらの方で紹介させていただきます。 簡単ですが四人の方のプロフィールと今回出品している作品も展示室の方でご覧いただいたと思いますけれどもご紹介させていただきます略歴はカタログの方に載せておりますので割愛させていただきますがハッシュタグでキープ こうなんかキーになるような言葉と思って書かせていただきました大木さんは小林さんと西安であったよと教え子だったよとか今回の話でもちょっとテーマに出てくるのがそれから ITF やローザンヌで活躍されて現在は愛知県で指導者として教員としてお仕事されているっていう部分も皆さんの中に覚えておいていただきたいキーワードになります。それから 次は、えー、島田さんなんんですけれども、えー、島田さんは、えー、と武蔵野美術大学のご出身ですよということで、えー、と関東でお勉強されたあーそういう学習されたってこともちょっとキーワードで覚えておいてください。えー、小林さんとは、えー、岡山の県立大学の、えー、同僚としてお仕事を一緒にされました。あー立場的にはあの年が若いといととうことで、まあ部下 っていうふうな形になると思います。で、島田さんが使われる素材としては、糸ではなくて布だよまあそちらあのすぐ出たところにお作品ありますけれども、布を扱う作家さんですよっていうようなこともちょっとキーワードかなと思います。同じくローザンヌに出品されていたり、現在は岡山の県立大学で教授を務めておられるということで、やはり指導者としての今お立場でいらっしゃいます。 それから豊三雄さんですが豊崎さんも東京の方で、えー、と勉強というかその学生時代をお過ごしなられまして最初は染めをされていたんですが現在よく 私たちが拝見する作品はボタンを使った作品を展開されているという,ふうなところで点点点としています染めから始まったけれども今制作されているのはボタンだよみたいなところもこう覚えておいていただきたいかなと思います今回の出品作品と絡むところでは小林さんが81年に作られたギャラリーギャラリーって言った場所が一つ豊崎さんの場合にはとても重要なキーポイントになると思います で豊崎さんも兵庫県の神戸芸工大学でしたね。はい、で、えー、と教職に就かれて学生さんたちを指導されているっていうお立場にありますし、えー、と近年はですね瀬戸内芸術祭ということで香川岡山瀬戸内海エリアで国際的に開催されている瀬戸内芸術祭の方にも参加されているということであの私もとてもなじみのある作家さんでいらっしゃいます。で 次が野田すずみさんはキーワードとして小林さんが最初にお勤めになりました小林川島織物そちらが設立された川島テキスタイルスクールで長く指導者として勤めておられますしあのハッシュタグが少ないのは決して活動が少ないわけじゃなくてあの野田さんのことをどういうふうにこうハッシュタグをつけようかなと思ったらもう本当にクールだとか。 かっこいいとかすごい社会派であるとかいろんなことを思ったんですけれど、えー、と一番今回の,その小林さんとの絡む場所としてのやっぱり重要性で少し限定させていただきましたけれども川島のテキスタイルスクールというのはやっぱり場所としてとても大事なことであるそしてあの岡山の県立大学にも長く教授として来ていただきましたのでそういう指導者としてのお立場っていうのが野田さんは大きいなというふうなことで 書かせてていいただいておりますで最後に今日ご登壇いただけませんでしたけれどもお話に出てくると思います三橋さんのお作品は今回2点2階の3階の展示室4階の展示室の方でご覧いただいたと思いますが ITF という京都の国際の展示の えー、染色点のところに出品された作品と今回オリジナルの作品と2点出品されております、えー、京都の一律芸大の出身で、えー、同僚として、えー、西安で、えー、小林さんと一緒に勤めてもられましたし、えー、長く母校に戻っての教員生活も 務められました。で岡山県立大学の方にも非常勤講師として来ていただいているご縁があった。まあこの4人と三木さんを混ぜたような今日はお話になるかなっていうふうに考えているところです。はい。今日本日のお題なんですけれども教育者。 まあある教育者で言葉が正しいかどうか分かりませんけどその指導者であるとかいろいろな助言者である相談役であったメンターとしての小林正和っていうものを小林さんとゆかりのある4人の方とちょっと掘り下げていきたいなと思っております。その教育者としては岡山の,あ岡山の県立大学にさ こちら書いてますが1995年から2004年なんですが西安の女子短期大学の方で1979年から83年お勤めになっています。その中で 今回4人の来ていただいている方々からお話を伺いたいと思った部分としては生徒としてっていうのは大木さんがまさに高校を出てすぐ本当に学生として出会ったっていうお立場であったそれから影響力のあったどういうふうな影響を受けたんだろうなっていうお話で同僚として勤めていたあ。 島田さんのお話や、まあ、教育者としてはもう本当に4人の方が皆さん、えー、教育者としてお仕事をされているっていう面で、えー、少しこのメンターとしての小林正和っていうものを掘り下げていきたい。 で後半ですがもう一つは今回の展覧会にその向こうへビヨンドザファイバーアートとタイトルをつけさせていただきましたけれども小林さんが亡くなりまして没後20年この20年というのはとってもやっぱり私は長い20年であったと思います社会の変化としてやっぱりあの亡くなって後の20年というものもここではちょっと我々4人と少し語ってみたいなっていう部分を後半の部分として用意。 させていただいておりますこういった流れで本日進めさせていただけたらと思っておりますはい、では私が前段が長かったんですけれども、えー、早速始めていきたいと思います、えー、まず、えー、まあ、時系列に今日はお話を進めていこうと思うんですがあ西安時代1979年から82年、えー、西安で 教えておられた小林さんと一番に出会われたのが大木千佳さんでした。大木さんの方からまず唇を切っていただきまして、まあ、どんな先生だったのかなっていうふうなところから少しお話を始めていただけますでしょうか。はい、えー、あの私は大木です。よろしくお願いします。 えっと私は1979年に西安女子短期大学に入りまして2年間学びましてその後研究科って3年間西安におりましたで1982年までということで小林さんが西安にいたほとんどの時期にどうも学生だったみたいで今回この展覧会で初めて知って結構びっくりしています。小林先生こういうい感じで 私たち学生の時はこういう感じでした。で、あのどういう方だったかって言うんですか？ま学生から見てるとあのいつもなんか帽子をかぶってバゲットハットをかぶってですね機嫌のいい時にはなんか鼻歌をふんふんとか歌い。あの歌いながら、あの学校の廊下を歩いていた姿をすごく思い出します。で、あのすごく。まあ自然体の感じの方で先生前としていないで、あのまあ。あの 小林さんのことを私たちは松林と呼んでいて小林っていう名前から松林って呼んでたんですが、あのま人気がすごくあって小林かっこいいってなんかみんな学生たちがあの言っていたというそういうふうな感じです。えっとでもまあ先生としてはまきっちりとしていないちょっと困った先生っていう感じで、であんまりあの教えてくれないっていう感じなんですね。でそれ以外あの他の先生方は色のフォローをあの 今日もいろいろあの、来ていらっしゃいますが、あの、フォローしていただいたんですが、あの、まあ、そういう感じだったんです。ですが、あの、たまにあの、自分の好きなものをね、見せてくれるっていうのがすごくなんか楽しくて、あの、私が覚えているのは、あのクリストのランニングフェンスっていうの、学習をなんかすごく嬉しそうに見せてくれて、私たちはそういうのを初めて見たものですから、あの、そういうのがすごく、あの。 見せときってすごく楽しそうに自分がいいなと思うことを伝えたいっていう気持ちがすごくするのですごく楽しそうに見せてくれたっていうのを覚えてます。あとまあ雑誌好きで「ジャパン・インテイヤー・デザイン」っていうまあ東京で出してる雑誌があったんですけれどもそこのなんか世界に非常に憧れていらしたみたいであの後からもちょっとその話出てくるかもしれませんけれどもまあ雑誌をすごく読んでらしてなんかそういうあの素敵な生活を に憧れていいらしたとうことですねで私たち学生はあの、まあ、京北にあの田舎の方に、まあ、ご自宅があったんですけれどもあのクリスマスパーティーとかを開いていただいて同級生たちと行ってあの一晩中飲んで騒いでみんなで止めてもらったとかあの、まあ、コミッションの仕事をねあの手伝いにあの泊まりがけで行ったりとか、まあ、なんかすごくいろんなあの楽しい思い出があります。結構あの学生と先生と先の こう間柄っていうのが割と今のお話だけでも近いのかなって思いますね<あ>すごく今のこう子どもたちとのこう距離感よりもなんかもっとぐっとこうなんかとっても近いような感じが受けましたがそうですねこの写真でわかるように私たちは18とか19歳とかで,、うん、で先生方はあの皆さん3 5五六だったんですね。であの先生あの この後出てくると思いますが皆さんそれぐらいの年代でまあ一回りちょっと上ぐらいの年も近かったですしあのなんかすごくあの近しくあので一緒に飲みに行ったりとかそういうこと今はもうできませんけれどもあの一緒に展覧会を見に行ってあの飲んで話してみたいなことは結構あったとこでいいそういう関係性の中ではいい時代だったかもしれませんね。今ほどそそううううういいいい締め付けというかねそういうのがない 時代、おお、ね、らかな時代というか、そうですね。あったかもしれませんね。おあの、お写真の方ずいぶん若いんですが、すこのあの右側の方は草間先生ですよね。はい。はいえー 右側が草間先生で,で下が内藤英治先生で染めを教えていらっしゃいました左側が三橋淳さんがあの私たちがえっと3年生の時三年生というかあの研究生三年目の時にあの京都芸大からあのえっと専攻科を出会えてちょうどこられたっていう。ね、そ,うそうでですすねねこれが年の写真 はい、研究室ででの写真であの高田先生は残念ながら写真に入ってなかったので <laughs> 申し訳ないんですが。この時は久保田先生も西安にはいらっしゃったということで、はい、その後のそのやっぱねこのテキスタイルファイバーアートでご活躍になった方々がやっぱり西安っていったところにすごく揃っていらっしゃったっていう、ね、いいすごい場所 そうすごい時間だったっていう感じですね。っていうところにまあ何も知らず学生で入っていった、うん、<laughs> であのその中に入っていったっていうあの感じですすごく楽しい時代でした。はいえっ、ー、とそこでまあちょっとまああの突っ込んだところなんですけれどもじゃあ実際にその小林さんがあ生案においてまあどういったその授業をなさったとかまあ教えられたその大木さん自身がねその授業の内容みたいなのはどうだったのかちょっとお話しいただけたらはい。えっと まあ、西安はまあ京都にある学校なのであの伝統的なあの染色のあのを教えていたという学校ですねであの小林先生がまあいらしてで、まあ、小林先生が私たちが入った年に一緒に入ってきたということで染めは内藤英二先生がいらしてで2年生の時に草間哲夫さんがあのアメリカから帰ってこられたで研究生の時に三橋さんが来られたっていう、まあ、そういうふうな感じなんですけれどもあの1年生の最初はまあ,あの伝統的な教育で型染め、えー 鶴追とか,追いとかあとシルクスクリーンプリントをした後に、えっとに染めと織りとテキスタイルプリントに分かれるということで、えー、で1年生はそれで終わりです。で2年生になってコースに分かれるんですけど私はあのテキスタイルというプリントの,あのクラスに まして草間哲夫先生に学んだということですねでその時は写真製版とかそれからこれ多分草間先生独特だと思うんですけどソフトスカルプシャーという授業がありましたで、まあプリントをいろいろしてたんですねで染めの方はもうあの伝統的なもう型染めとかろ染めとかをやっていたで小林先生がいた織なんですけれどもあの、まあえー、とかすり織りとか二重織りとか。 あとはオフルームの授業がありまして多分あの小林先生が担当されてたと思うんですがカードウィービングとか枕目とかスプランクとかそういうあの旗にかからないあのルームって旗ということなのであの旗にかからないあのまあ織物というか組織というかそういう授業をされていましたであのえっと友人というか同級生に聞いたんですがそのスプランクでハンモックを織る授業があってで京都のにあるあの船,船,船岡山公園、うん に行ってそのあのえハンモックを釣ったってハタっ,っていうまあ授業があのあったみたいでまあその後はその教室を出てなんかそういうふうなことを展示するっていうことも含めた授業をされていたということを聞いています。はい。直接はじゃあ,あの大木さん自身はそのハの授業っていうのは。 あの受けてない感じですかえっと1年生の時は全体で見てもらったので受けていましただ2年生はおりの授業だったのでおりのクラスでは私はなかったのでそこでは学んでませんただ3年生になって研究生になってからまた全部一緒になってくるのでそこではまたいろんな話はしていくっていう感じですがおりの直接的な実技は私は受けていないという感じです。 あのすごいそのまあ伝統的な京都の,まああの染織っていうふうなことがまあ西安の場合はベースになっているってことなんですけれどもまあ大体同じぐらいの世代としてえっと武蔵野美術大学で学ばれた島田さんなんかは東京の方のやっぱりその関東でのっていうのはどうですかねその学校教育の授業内容なんかと今お聞きになった難しいですかね、はい えっとですね東京の,あの美大でも奥むさびなんですけどもえっと東京芸大玉美女子美いろいろあって多分それぞれの大学でそれぞれの先生がカリキュラムを作ってらっしゃると思うんですけどもで同じむさびでもあの僕の時代の先生とあの草間さんの時代の先生ではまた人が変わってますしあの私が教えてもらった先生田中秀夫先生の。 ことになるんですけども、まあ、学科で入って2年生の前期までは、えー、とベーシックですねいろんな分野のベーシックを学ぶということで、えー、とインテリアプロダクトから始まってクラフト、まあ、金工木工それから、えー、とまあテキスタイルにえっ、ー、と,とか7つの工房専門分野をいろいろ回ってでそれで2年の後期から専門に分かれるんですね。で えと専門に分かれて当然、染めと織りの基礎をやるんですけども2年の後期半期しかないのでそこでは本当にもう染めを、織りをかじった程度あの技法もそんなにたくさん教えてもらってないですしえと一応、染めってこうだよ、織りってこうなんだよという程度ですね。であと3年生からえとまた専門的なことになるかと思いきやえといきなりもう自由に作っていい。 って言われるんですねいやそれは逆に自由すぎて戸惑うんですけれども、えー、とただあのテキスタイルがあのその学科の中でも得意なカリキュラムで他の木工とか陶磁とか金工とかその辺は、えーとまあ、使えるようの美と言いますか、えー、ちゃんと美しい使えるものをちゃんと作るという課題があるんですけども。 テキサの場合はまあ田中先生がやっぱりファイバーでえー造形的な作品作ってたということもあるんでしょうけれどもえとにかく学生はもう好き勝手作ってまあクラフトの分野の中ではちょっと浮いた存在だったんですけれどもちょっとまあそういう特別な環境で学んでいたので東京全体がっていうわけではないんですけれども。はい あのそういう意味ではあの西安っていったところがまずはベーシックにあったわけなんですけれども、まあ、今日あのハッシュタグもつけさせていただいていたその野外染色店っていうのが西安の中でもそのベーシックなことをベースにしながらあーその学生のがねやった活動ということでちょっと、えー、お写真をご紹介するんですがこれについて少し教えていただけますか、はい あの先ほど言いましたように1年生と2年生の基礎的な教育をやった後に卒業まあ短大で2年なので卒業政策の1つ前の課題が秋の課題がこの野外染色展になりますであの今ちょうどあの先輩とか後輩が来てますのでこれやってたって聞いたらあの先輩も後輩もやったらしいのであのまあだから小林先生が来られる前からあった課題なのかなというふうに思いますけどどうなんでしょうかまたあの先生方に聞きたいと思います。<laughs> <laughs> でえっと、これは西安の,、まあ、あの建物の中庭です、ね、にあの、えっとまあ、今まで学んだ技法を使って、まあ、この,あの中庭の空間に作品作ってねっていう、まあ、そういうふうなもので,で全部の先生が見てくださるみたいなそういう授業です。であえっと、右側の方があの私と の私のというかまあグループ制作も個人制作もどちらでもよかったのでえっと私たちは3人で右側の写真の,あの垂れ下がっているグラデーションの布の,あの作品を作りました、うん、で前に手前にあるあの糸のものはまた別の学生の作品になるんですね。で結構巨大なものを作ってましてあのもうみんな総出でこうあのロープ引っ張ったりいろんなことをしてあの作ったんですけれども。 えー、特にそうですね覚えてるのはなんかこう右側の,その,あの私たちの作品じゃないんですけどこの糸でこうあの、えー、と円,円錐にしてる作品は結構小林さん気に入っていてでその、えー、と糸がこう集まってく先に、えー、と先に金属のなんかあの、えー、とものがついてるんですけどそれをつけた方がまあ強調されるとかつけるとかつけないとかそういうのを結構熱心に話していたことをまあ覚えていますけれどもあ、うん、まあこういうあのものがのを あの卒業制作の前に作ったということがすごくまあ例えばその授業で、まあ、もう80年代ですからある程度その小林先生とかその指導者の方々は、まあ、海外の,そのこういう大きなインスタレーション的な展覧会っていったものは、まあ、ご経験されていたり出品されてたと思うんですけれどもこう授業の中にそういうふうなこう。 今本当に見せていたらね。校内でこうインスタレーションするようなっていうのは、こうお話の中でやっぱあるんですか？その先生方が海外でやってきたよ。とか、海外の動向はこうだったよ。みたいなあ,<ー>あ。お話とかは聞かれた上で、こういう風に展開していくんでしょうか？あの全くね。私たちはファイブアートのことを教わってない。いな です。事業でというか、学校では何も教わってないです。あまりそういうえっ、ー、と、何の展覧会今出したのよ。とかあどういう作家がこうだったとか。そういう話はも一切して。 出ませんもう本当に渦中でその時はあの先生方はいろんなとこに出していらしてて後からこう聞いたりとかするぐらいであったんですね。うん、であ,のあとまあこういうあの野外展っていうもの自体も多分あの、えー、とその当時のヨーロッパとかの,あのファイバーでそれほどなかったとは思います、うんで。だからこの課題がどこから来たかよく分からないのでまた後から先生方に聞きたいなと思ってますが <laughs> す、ねうん、ただまあ,あの私あの、えー、と岡山でね最後に小林先生があの T シャツの今回出てる、はい、作品の写真を見たときになぜかこの野外染色展を思い出しましてなんかあのまあ時代としてはこ,のこれからこの T シャツまでの間時代は結構あってその後まあランドアートとかまあ世界的な兆候ですねリチャード・ローングがそこに展示作品ありますがそういうふうな時代もありましたけどなんかそ,のそういうことも知らない時代にこういうことをあの経験できたっていうことでそれがまあ結構な特別なことだったしなんか今後にいろいろ小林さん 自身も何かか刺激されたたところがあったんじゃないかなといいいうに思います、ね、あの学校の中であってしかももう20ねその先生が亡くなる前から言えば20年以上前にもうこういうのがこう出てたっていうのは意外と学校の中のことだけなのでもう本当に知られてないけど今振り返ってみるととても重要なことをこう 学校の中で起こっていたんだなみたいなことがあの分かるかと思います、えー。先に少し話を進めますと、えー、大木さんがまああの在学中でありましたあ時、1981年に、えー、と小林さんは。 ギギャラリーギャララリリーーを立ち上げらっますその展示空間としての独特な個性のある空間といったものを自身で立ち上げられたわけなんですがその前後のお話を少しお伺いできたらと思います。 はいえー、っと私が研究生3年目生の時の,あの、ま、春にギャラリーギャラリーができてであの、ま、展覧会が2週間に一度いろいろ変わっていくわけですね。であの先生たちとか、ま、先輩の展覧会がいろいろされた中であの私も個展したくなってであの小林さんにすごく緊張しながらあの私もやりたいんですってなんかあの言ったことを覚えています。でこれはあの8月の暑い時にあの した展覧会なんですけれども、えっとまあこの時はあのあとまだえっと照明も入ってませんし、うん、えっと階段で5階まで歩いて 上今そういうえとドアの中にも映えなくて外からこういうふうに見るっていうギャラリーでしたのでまああの暑い時にその階段で上に上がってくれるあの観客に対してなんかこう打ち水のようなこう涼やかな感じというかをなんかあの受け取ってほしいなと思いましてでえっとまあ和紙でたくさん紙袋を作ってでその中に青い水を隠し入れて。 でえっと、逆光で、まああのえー、っと作品を見るとギャラリーでしたのでその,あの青い色があの浮かび上がるとそういうふうな展覧会をしました。うんはい そして次のこれが85年の年作品ですね2回目の展覧会があの、えー、と左側の展覧会で「シーンっていう2回目の展覧会なんですけれどもあのこの時はなんか竹ひごを立てるっていうことで,で、えーとまあ、ど,どうして立てるかっていうことをすごく考えていましてあの、えー、と私たちは,なんか私はまあ初めからインスタレーションの作品を作っていたのであの、まあ、布がどうとか糸がどうとか 技法がどうとかということよりも空間をどのように使うかっていうことをまあ常に考えていましてこの時はなんかその竹ひを立てるっていうのはどういうふうにでそれで野原のようなフィールドを作るっていうふうなことを考えていましてで結局まあ最終的に思いついたのがそのえっとまあ少し見えないと思うんですけれども。 えっとアクリル板にまあ穴を開けてそこに立ててであのガラス窓から見るのでそのアクリル板ほとんど見えないっていうことでん,なんかそういうふうな作品を作りました。 こちら、あの、あれですよね、はい。そうです。はい、小林さんがなんか顔になんか、は、はつてす、ね。えっとね、お面をかぶってまして、ね、これオープニングの時の状態で、で、右にいる、まあ、同級生がですね。すねあのお面を持って、赤い服を着てる、うん、お面を持ってる図なんですけど。それをしたワーショーディングかぶってるんです。で、うん、結構、あの、お茶目なところもあって。ね、あの、オープニングで、なんか、こういう風に、まあ、学生とふざけ合ったりとか、うん、まあ、お話ししたりとか、飲んだりとか。まあ、そういう風なことをしていた。ういうまあ、学校一歩出たとこなんだけれど、その学生。 まあ卒業生とかね先輩方も言われましたけど、まあ、あの作家仲間やその学生たちがこう自由に展示できるような場所っていう。 のこうギャラリーギャラリーだったんでしょうかね。そうです。まあうん、まあ、一部のまああの自由にっていうわけではなくって、うん、やっぱりハードルが私たちにとってはすごく高かったわけですね。先生方がすごく活躍されてていい作品を作っている中で、うん、あの自分の作品を置いてどうなるんだろうかとすごく不安な気持ちでだから先ほど言ったように緊張してまああの話をしたんですけれども、あの。 まあこういうふういいいに展覧会をしていたっていう感じで,すねでまあこの後が結構オープニングの後にまたあの街に京都の街に組み出してまあ飲み会が始まるんですよね。でその時にまあアーティストだけじゃなくってそういう時にまあいろんな人が集まってくるんですけどあのギャリギャリをあの補足されたあの浅井さんみたいな研究者とかまあ京都ですからいろんな文化人があの集まってで飲みながら文化的な話を あのしていました。で、本当にあのきあの京都ならではのエキサイティングでね。あの学費あの学,学研都市ですよね。あの経験をあの私たちはあのした,したと思います。で、一方でね。あの小林さんはあの多分西安であの若い世代と初めて会ったと思うんですよ。若い世代の。 感性とと初めて出会ったと思うんですねだから私たちはそのあの京都の,その文化層の方々と会っていろいろ話しすることがあの学校だけじゃなくって学校よりもかなもっと刺激的であの楽しくいろいろ 勉強になったってことだと思うんですけど、あの一方少林は若い世代の感性とあって、あの刺激的な新鮮な刺激があったんじゃないかということで、なんかその異なる世代のあのイマジネーションがね交換された場だったんじゃないかなっていうふうにあの思っています。結構これも重要なテーマですよね。そうその学生にとってのあの得るものと先生の世代が学生から得るものっていうのがこう相互こ 交換的なな部分っていうのは重要な場所だっ,た、まあ、だったんじゃないかと私は思っているということなんですけど今回のお作品は、えー、ITF の出品作ということで、まあ、直接その、はい、あの後のお三方のお作品とは少し違うんですけれども、えー、少し今回の出品作について、えー、っと教えていただけたらと思います。<あ>はい、はいはい これ上の作品が今美術館で展示している ITF の作品ですで。ITF は私3回出してまして1987年と97年とその間の94年の作品でこれは一つが3 0ンチのユニットになりましてそこに木枠がありましてそれに麻の糸を巻いてそれで岩皮という紙を紙すきをしまして で右下にあるのはああ1990年の「フェザー」っていう作品でこの作品はあのえっとローザンヌ・ビエンナーレに92年に出品しています。であの今回両方とも出したのはどうしてかって言いますと,と ITF とローザンヌの審査の違いがちょっとあってそれがまあこの,あの作品の違いになるということをちょっとあのお話ししたかったんですけれども。 えっと、ローザンヌの場合はあのスライド審査,の審査のみなんですねで賞はつかないっていう感じだったんですで、えっと、ITF の方はスライド審査をした上でえで、っと、その後にもう一回実物審査をしますでそれによって賞をつけるっていうことなんですねで、えっと、ローザンヌの場合は、まあ、あのスライドだから割とその規定が割と緩やかだったんですが ITF の場合はサイズの限定が結構きっちりありまして 多分それが実物審査すとか、まあ、展示会場の問題だとかがあるんだと思いますけれどもあのそういうことでまあインスタレーション作品が出品できなかったということで私は通常まあインスタレーション作品を作ってましたのであの、えっとまあ、そ,のそういうコンペに出せる作品がアイデアがあるときに出したというのが、まあ、ICF の作品です。でですがあの、まああのまあ、ヨーロッパでいろんなあの ウッチですとかあのローザンですとかそういうベ、ま、イ、あ、ナーレがあってでそういうものがまあ日本に日本という京都に地元の京都にやってきて、まあ、世界の適切作品が集まってきてなかなか刺激的 <laughs> ITF はすごく刺激的だだったととといいうこ思ま今回はあの3階の展示室の方にはその ITF についても、えー、小林さんが大きな賞を取られたりしてますので、えー、ご紹介しているところです。えー、さて、えーと そういうい学校から出ていった場所としてのギャラリーギャラリーっていう場所がとても今回小林さんの回顧展を開催するにあたってもテーマとして取り上げていただきました豊崎さんからこの場所そして小林さんについてのお話を次お伺いしたいと思うんですけれどもまずは小林さんとの出会いであったりそのギャラリーギャラリーっていう場所をこう知られた。 あの豊崎さんは長野県のご出身で先ほどもご,あのご紹介したように東京の方で勉強されましたので京都とはずいぶん離れた場所から京都の,このギャラリーギャラリーという場所を見つけて来られたわけなんですけれども、まあ、そうした出会いであったりそのギャラリーギャラリーについて少し振り返っていただけたらと思います。お願いします、はい、あの80ます、あ、今までの話は 80年代初めぐらいから非常にあのこちら京都の方で活発にいろいろ制作活動されたと思うんですけれどもあのまあその頃僕はあのまあ東京でえ染めの方を勉強して作品も作っていたんですけれどもまあ情報がやっぱり京都に比べると非常に少ないと思うんですね。当時えっと入っっててくる情報っていうのは えー「染色アルファ」っていう雑誌の中の、まあ、なんていうか記事としてロザンドとかそういうのが紹介されてたと思うんですけど、まあ、実際そういうことに興味があったわけじゃなくて、まあ、情報が少なかったのでそういうのは一応見てたっていうぐらいの感じで、えっと、一番何て言うんですか衝撃というかこれだっていうふうにあの強く感じたのは、まあ、僕はあの まあ、あまり工芸とか染色にすごく興味があったわけでもなく、まあ、やっていたのであの、まあ、作品は作っていたんですけれども、まあ、大きく作風を変えたことがありまして80年代に、まあ、その時にあの言葉としてはインスタレーションというのは当時誰も言わないし考えてもいなかったんですけどなんかそういうことを、まあ、ちょっとニューヨークの。 ただ、多分美術手帳とかそういうところでも少し見つけて、うん、あこういうの面白いなとかこういうのやりたいなとうう思っていてそれであの結局ギャラリーで、まあ、古典最初の頃の古典って染めの作品を出してたんですけど、えー、とまあそういう空間が大事なあの作品というか空間があった作品があるというもので、えー、とギャラリーをこう探し一生懸命探してたんでです、ね、ギャラリーまでよくしてたんです。けど、うん そういう時にあの、まあ、ジャパンインテリアだと思うんですけどね1回だけじゃないと思うんですけどあのギャリーギャリーがまあ紹介されてそれで1つはなんか何ページもわたってかなりこうしっかりした初期の2年3年ぐらいののが出ててもうとにかくめちゃくちゃかっこいいしものすごくいいなと思ってぜひここでやりたいなと思って。 ただな誰も知らないしつながりも全くないので、まあ、ちょっとその染色アルファの当時矢田さんという方に相談して草間さんを紹介してもらってコンタクト取れましたただその瞬間にもう83年ぐらいだったかな、えー、とやめ終わりますみたいな,たいなタイミングで終わりをし、えー、ああそうなんだみたいな感じだったんですよね <laughs>、えー、ああそうかみたいな感じでしょうがないな っていう,ふうにしてそれで半年くらい経ったんですよ、うん、そしたらですね今度あの小林さんから直接電話があってきてあ,<ー>あの僕あのギャラリー始めあの再スタートするんで「やりますか?」みたいな軽い感じで「ああやりますやります」ます<ー>みたいな感じで,でまあ僕もあのその頃まあ、すごく収入もあまりなかったですし、えーとまあ、京都で個展をするっていうのはそれなりのね、うん、まあ あの労力とか経費もかかるんで、まあ今ではそういうことはあんまりないと思うんですけどね。そのギャラリーのオーナーっていうか、まあ1作家に対してですね。あの、ちょっと止めてもらいたいんですけど。<laughs> <laughs> 車で行くであ免許も持ってないんですよ。免,免許もないのにね。車を借りてね。<laughs> いいんですか？それ <laughs> いやいやカメラマンね。あのまあ安く写真撮らせてね。運転させて。<laughs> <laughs> それで小林さん宅に泊まるっていうねちょっと今から流れるとどうしてそういうことを考えられたのかねちょっと分かんないんですけどねあそれ全然あはいはいみたいな感じでそれで小林さんあの有名なというのかなまあ僕はあのやっぱり家にもすごく興味あったしでたびたびこう小林さん宅っていうのが出てくるじゃないですかもちろんそのロケーションも含めてねそれであの泊めてもらったんですよ。だから 僕は小林さんから何か教わったとかなんかそういう指導してもらったということはまあ基本的にはなくて今ね一番印象的に思い返せるのはあのあれですね泊まってもらっ泊まった時の夜のご飯にですねカニが出たんですよ、うん、カニですかカニ京都の山ですよね<え>うんそれでねなんか年に本当に一回か二回ね 富山ってことからカニを売りに来る業者の人がいるらしいんだよ、おばさんが。それがたまたま来たと、お前な、こんなことはな、年に一度あるかないかなんだって言われて、大変なことなんだって、それしか覚えてないです、で,、まあ、でも考えてみると、それくらいのことだったと思うんですよ、僕がそのいきなりギャラリギャラリって展っなんかしてね、で小林さんのところで泊めてもらって。 カニをいいいただてても味は全く覚えてないんですけど、ね、まあそういうことがあってまあ何かそういうところに何か搬入してると震藤さんがいたりとかねでその頃にあの三橋さんなんかと知り合ってまあその後結構いろいろすることになるんですけどもまあ同時代的なあの立ち位置の同じ で東京津京都にいてでも、まあ、さんとは非常に重要な人だったなっていうのも、うん、あの分かってきましたし、まあ、ギャラリーギャラリーっていうものがまあまたもう少し、はい、あの話はしなきゃいけないんですけれども、はいまあ、とにかく自分にとって非常に重要な場所であったということはもう間違いなくて、うん、まあそれをあのえー、っとまあ小林さんが、うん、亡くなった後にまに、あ、僕はちょっとあの 三橋さんに相談したり、えー、草間さんにもちょっとあの参加してもらったりして、まあ、記録をまとめたんですけれども初期の頃ですねまあやっぱりこう非常にあのそこを見てもらうと、まあ、こういう本なんですけれども「トップフラー」っていう本にまとめたんですけれどもねその特徴みたいなものは非常に強く感じられるし、まあ、そこが。 どういう場所であったのかということはもう今現実的にないので、えー、非常にそのあの自分の作品を作る場として、ねまあ、重要だったというふうに考えてますこれ続けていいんですか。か <laughs> ちょうどね、あのトップフロアは今皆さんにもまたあのあの見てあの回覧させていただきますので、あのパラパラとめくっていただけたらと思いますが、そ,うそ,うそ,その中から、うん、はい、あのね印象的な写真をぜひ紹介したいというふうなことで、えちょっとトリミングさせていただきました。ねはい、僕はデザインしたんですけど、その時にあのこれ確かに草間さん撮,撮ったんですよねこの写真。そうそう。これやっぱり抜群だなって思うんですよ。それでこれ。 これはあのまあ要するにギャリギャリ的に言うと見せないのがねあの重要なんですね隠れてるんです、ここにね。開けてこうするとその裏と表にこのに小林さんがこう床を塗ってるっていう写真が出てくるんですよね。ここが全てとは言わないけれども一番特徴を僕、表しているあのギャリギャリの特徴を表していると思っていて。小林さんが なんかあの改めてこれを読み返してみると実は作ったもの,名前あの文章はあまり読んでなかったんですけど改めて読んでみると、まあ、やっぱり先頭機切ってこう動いてできたという,ふうなことなんですよねだからもちろんその3人が重要なことをされてるんだけれども、まあ、中でも小林さんがとにかくこれだっていう感じで一気にこう突っ走っていったっていうようなものがギャリギャリで。 うん、まあそれがあのそ,の <coughs> そのことは特に僕は知らなかったんですけれども、うん、まあそこであの小林さんがあのまたあの始められて、まあ、そこで85年86年というふうに2回やったまあ僕にとっての古典っていうのがですね、うん、作品っていうのが非常に僕のこう制作の中でも まあ、スタートになっているとか重要な作品になっていて、うん、今回のこの作品ちょっと一つもらっていいですかそれでこれあの、うんうん、この作品はあの割と初期の小林さんの作品で僕はまあ見てないんですけど見物はそれで何かって言われるとなんかうまく説明この作品何って言われてもちょっと僕も説明できないんですけれども。うんうんうん あのこ,れこの作品は現物ないと思うんですがこれ展示されてないんですよねだけどこの,この写真この展覧会はあの非常に小林さんの中でも重要な作品だとまあ僕は思うんですがただこれ作品として見た時にギャラリーギャラリーだからこれなのであってギャラリーギャラリーという空間の器を取ってこの一子だけがこうボンと美術館にあったら多分この作品じゃない。 っだからそれはあの私っていうか僕が、えー、今回そのミニチュアにしたっていう理由の最大のことでつまりその過去のものをさ作品として再現してそのものとして場所に置いても、えー、と作品ではないっていうようなものがギャラリーギャラリーでつまりこの空間と <laughs>。 えーっとその作ったものっていうものが一体になった時に生まれてくる、まあ、一つの見せ物というものが、まあ、ギャラリーギャラリーの最大の特徴になっていると思うんですよねだからそれをまあ僕みたいにものすごくこれだと思った人もたくさんいるし逆にそれだから嫌だって思った人も意外といるんですよね。うんまあ、ということで、えー、ちょっと。 写真を送ってもらってて、もらだから今回まあこういうものをあのえとなんか新作作ってくださいって話だったんですよね今回実は。でただ僕にちょっとって新作っていうのはまあこのえとまあ僕にとっての非常に歴史的なあの小林さんとの関係の中で生まれたこの2つの作品っていうのをもう一度こう。 再体験したいいっっててうのはあってそうするとそれを現物を作って、えー、っと見せるってことは、まあ、逆にギャラギャラの作品じゃなくなっちゃうので、まあ、それをミニチュアで作るっていうのはすぐに浮かんで、まあ、ある意味こう実際作品作るよりもあの面倒くさいというか難しい取り組みになってすごく時間もかかったんですけど。あのここであの えとあそうか今、こういう写真が写ってるんですけど、これあの、えーとこう、手前のこの周りの縁のところはものすごく荒っぽいと思うんですよ、外側っていうのは、つまり外側っていうのはあまり見せたくない、まあ、例えばそれは壁であったりとか、向こう側であったりするんで、あの内部に関しては徹底的にあの、えー、と再現にこだわって、時間もかけました。それでえー 軍手に関してはいろいろ考えたあと 3D プリンターで作りましたしあの黄色の方は実はいろいろ試してみたんですけどあの黄色染まった和紙を一つずつ丸めて結局同じことをしてました。もっといろいろあるかと思うんですけども、まあ、結果としては結構1年ぐらいかけて。 ここまででしてですねなんかさっきカタログできてあのそっち見たらとてもきれいにあのカラーを撮ってもらっててああよかったなと思ってるんですけどこの写真見ると,ちょっとかなり荒っぽいこう縁が写ってるじゃないですかまあここはあんまり見てほしくないところですかね。 まあ、そのあのギャラリーギャラリーの建物自身はもっとほ、ね、のテ,そうそうテナントが入っているようなこう外は場所でしたからねそれで普通にスマホでこう撮ってもらうともうほとんどその過去に撮ったのとあまり変わらないぐらいの写真が撮れるっていうのが。 一僕がしたかったことですね最後にやっぱりそのギャラリーギャラリーの場所についてあの豊崎さんがとてもこう実験的だっていう言い方をされているのが e c ト的だったんですけれどもまず一つは,はううあのあこれは何か言われたとか自分がそう考えて始めたとかじゃなくて基本的にギャラリーギャラリーでやるものはやったことがない。 自分が想像できないいもののをやるっていうのは基本的にまずありましたのでえそれともう一つはあのやっぱりこうギャリギャリっていう空間自体がとてもかっこいいというか魅力的まあいろんな理由があってそうなんでそこはあんまり説明してもあれなんですけれどもまあそういうまあ白い空間でねで。意外に実はあの、まあ 入り口のガラスも重要なんですけど、あの窓があるかないかで全然違うと思うんですよね。窓が入ってるかどうか。だからそういうえっ、ー、と構造的なこととうん窓っていう何かしらこう <laughs> あの室内っていうアイコンがあってですね。それでそこにこう作品を置くっていうその全体が一つの作品になるので、あんまり完成された作品というものは 意味がなないいいというか似合わないので、まあ、自分のアイデアをそこで試してみるっていうふうなことだったと思うんですよだから、えーっとまあ、僕と三橋さんが同じ頃にこうちょこちょこ,こうやってるんですけれども、まあ、そこの,きあの本の中にも、えー、京都新聞の藤井さんが書かれてるんですけれどもあのいつも何か。 つまりそれまでじゃない見たことがないようなものをこうギャラリーギャラリーで見ることができるっていうようなことが当初特に強かったと思うんですよねだからみんながそういうふうにつまり何て言うんですかね初めてのことなんで全力投球とかパーフェクトなことは当然できないけれども自分も見てみたいようなそういうものをちょっとやってみるっていう,そうアイデアに夢中になって、えー、やって だというようなことなんじゃないかと思う、ねうんでね。あのこう完成されたものを見る場所というわけではなくて、その場でクリエイトされていくっていう感じですか？やっぱそういう意味ではね。まあ、普通はという言い方もないんですけど。まあ一般的にギャラリーとか美術館っていうのはやっぱり作品がしっかりあって、うん、まあそれを展示しようとか、えー、こう蓄積したものを見てもらおうとかっていうのは割と一般的かなと思うんですけども。 ギャラリーの場合はもうできたものを持っていくなんていうことは全く考えてなくてえっともうどうなるかわからないことに対してですねだからまあ僕も実はあのティッシュの方が先に思いついていてアイデアとしてあってしかし現実的にどうするかっていうのはなかなかこう思いつかなくてそれであの軍手の方を先にやったんですけれどもまあ一つはやっぱり まあ当時はインスタもなかったのですがやっぱり写真映えするっていうことは非常に強く自分の中にはありましたねだから小林さんがあのすごく建築好きって言われてましたけど僕は写真が好きだったんですよね。ただなんかじゃあなんで写真家にならなかったのかって言われるとあれ写真家で体力いるんですよね。 だからあの、えー、と作品作る方があが僕にとっては楽,楽だったのかな <laughs> <laughs> あの自分のペースでできるじゃないですか写真とほら相手がいたりその遠くまで出かけていったり、ねえーまあ、車の免許もないですからねだから、まあ、僕としてはその作品とそのアイディアというものにこう全エネルギーを小さな、ね、少ないエネルギーをかけて。 作ってそうしたらあのそれこそあのこのティッシュのやつはあの美術手帳にねこう出たからあの本当に50人ぐらいしか来てないんですよ会場に当時。だけどそのほとんどの人が「BT 見ました」みたいなその記事で僕の,その作品を知ってますっていうふうにまあ言ってもらってて。それがあの狙い では何ででもないんですけどね、まあ、何を優先するかっていうとまずそのやはり自分のアイデアというか自分の見てもらいたいものをえとまあ一番いいあの状態でまあ見てもらうそのためにはえ結果として来てもらわないっていうことが受け入れざるを得なかったですよね。 本当来ないんですから。ね、五回までね、階段上がっていかなきゃいけない。そう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 ,いうはい、ありがとうございます。まあそういったあまあ80年代の初めの小林さんがやっぱりこのギャラリーギャラリーっていう場所があったわけなんですが、えっ、ー、とここでちょっと80年代後半の方へ進んでいきたいと思います。えっ、ー、と野田さんの方にはそれから少し後になりますが、えっ、ー、と。 後半にかけての小林さんとの出会いであったり川島テキスタイルスクールという川島織物が経営しているスクールというんですかねそれから80年代90年代に向けての時代の変化を追いながら少し小林さんとの出会いであったり このまあファイバーアートというまあテキスあるいはまあテキスタイルアートっていったものがね、やっぱり時代とともにちょっとやっぱり変わってきたなみたいなところをお話を進めていきたいと思います。はい。じゃちょっとまずテキスタイルあのスクールのところのはいお写真からスタートでお願いします。はい、あの岡島テキスタイルスクールのアドバイスーしてます野田鈴見です。よろしくお願いします。 あの川島織物は小林正和さん小林直美さん、えー、草間哲夫さんといったような方があのいらっしゃったということで、えー、本店この金美の今回の展覧会と本当に関わりが深い会社です。えー、川島織物が年年にあの創業130周年 というので、あの文化事業として川島テキスタイルスクールというのを設立しました。これは当時のこの写真ですね。あの私はその頃まあ、インテリアデザインを学んでいたんです。学びました。それでデザインっていうのはこの1から10まで自分で完結するということができない。あのものでして、もっと身体に関わるような。もう少し。 体と近いようなことをやりたいなと思ってえっと74年に川島テキスタイルスクールでりを少し勉強しましたあの当時はえ川島織物の会社からあの技術員が講師として来られていて本当に技術中心の,あの授業で本当に短期間だったんですけれどもその後はもうそのえっと からどんどんん離れていってっ自由な造形になってもっともっと離れていっていきましたけれども1980年代90年代というのはあのファイバーアートの全盛期ともいえるあの時代ですその頃には松本美穂子さんそれから磯部晴美さん えー、そして、えー、小林直美さん石崎麻子さんといった当時の、えー、っと作家ですね本当に活躍していた作家があの指導されていまして、えー、同時に、えー、小林正和さん進、えー、藤弘之さんそして富田淳さんなどもワークショップやレクチャーに来られていた時代です。ですから本当に充実していていここ この時代にあの大変多くの繊維造形の作家がスクールから生まれました、うん、この間に関しては私は全くタッチしていませんで石崎麻子さんが30年間この中心となってスクールを指導してこられたのでとてもあの石崎さんが詳しいですうんうん、うん 小林さんとの出会いというのは1988年、えっと、ポスト・ファイバー・アートの地平からという展覧会でしてあのこの前年86年87年というのは織りそれから繊維といったようなものに注目した展覧会でキュレーターは辻清二さんでした。えっと 1988年の展覧会は美術家の井上昭彦さんがキュレーターとなって展覧会があったんですけれどもこの展覧会以前にあの井上さんは小林さんとの出会いがあってその「一本の糸から」というコンセプトにとても惹かれて川島的スタイルスクールに織を学びに行かれたというふうにあの話してられました。 1988年のポストファイバーアートの地平からという展覧会の骨子なんですが、はい、出てきます、はいはい、その骨子は高度なテクノロジーに媒介された素材と人間の関係はもはやかつてのような安定した同一性を失い素材や技法に基づく造形ジャンルの区分は無意味ではないかというものでした。 これ以降です、ね、現代美術の作家が布を使ったりそれから糸を使ったりそして刺繍であったり,織で,ったり織であったりといったようなことが大変多く見られるようになりましたこの展覧会の時には現代美術の作家とそれから染色出身の、まあ、豊崎さんそれから、えー、とここにいらっしゃらないけど水橋淳さん、えー それから広井信子さんやあ、まあ、あの半々ぐらいで現代美術の作家とそれから染色出身とか、まあ、小林さん染色と言えないですけど私とかというような14人で構成されたものでした。 ですからあのそういう意味ではこの展覧会というのは今の現代美術の作家がいろいろな技法を使って表現するっていうことの、まあ、前触れというかねそんなんだったかなというふうに認識しています。えっとまあ皆さんもそれ以降その後の塩田千春さんであったりそれから手塚愛子さん 今展覧会されてますけれども、はい、手塚愛子さんであったりの、まあ、世界的に活躍をされる現代美術の作家をあのよくご存知だと思います。 <あ>の書いてあるその素材と技法に基づくジャンル区分っていったところがねやっぱりこれがもうこの88年の段階で言われているっていうのが今の現状をもう本当に先取りっていうかもうそういう見通しをされてたっていう感じですよね。な<う>んか井上さん美術家ですけれどもあのキュレーターとしてそういうことを見据えた上での展覧会だったかなと思います。 ちょうど1988年のこの展覧会では小林正和さんはあの今この会場にも展示していますけれどもこれ会場の写真なんですけれども「風音」というインスタレーションを出品されました。でとてもあの素晴らしいしかっこいい作品だなと思ったんですがあのもちろんその作品はもちろんなんだけどなんか展示をする時のスマートさ っていうのに私は本当にあの驚いて私はっていうともう朝までかかってぐずぐずと展示をしているという状況だったのであもっとなんかこういうの見習いたいなっていうふうに思ったことを覚えています。うん、もう先生のでも作品もすごいスペースがいっぱいだからねその時間はかかりそうないやいや作品ですけど。なんかぐずぐずしてましたね これ以降、私はうちモンゴルにちょっと羊の毛使っていましたから羊の文化っていうのをちょっと知りたいなと思って行ったんですが、うん、行ったことによって何で私は羊の毛を使ってるんだろうと自分の周りに羊もいないし綿畑もないっていうことでもう少し自分の周りにある素材を使うということになりました。うんうん この展覧会は豊崎さんも関わっておられたっていうことなのでちょっとそのこの展覧会の思い出とかやっぱりどういうやっぱこれやっぱり重要なすごい展覧会だと思いますので一言コメントをいただけたらと思いますそうですね <laughs> あの僕も東京にこの頃まだたい,たいたので東京でまあこういう方向性の,あの展覧会っていうのはまず、まあ、小さなギャラリー でああったかもも、しれれないけれどもまあ、自分もいろいろやってる中では「皆無で」でまあスパイラルっていうのもまあななんんていうかなんかね、京都絡みのやっぱり場所であり、うん、あのとてもまあかっこいいというかスマートな場所でもあったりあの東京の中でねまあそういう中でこう自分も含めてまあ小林さんもあの小林さんがどうっていうこともあれですけれどもまあ 僕もその時初めて井上さんっていう人あってあなんか一番はあれ同じ年みたいなそれだけなんですけどねあのあこんな人がいるんだっていう感じで、えー、っとやった展覧会でまあ僕はあのこの頃が一番自分は激しく作品を激しくというか熱心にあの制作してた時期でもあって非常にあのまあ京,京都中心だったかもしれないけどそれが東京にも。 いよいよ出たっていう感じの展覧会じゃないですかね。うん、スパイラルはワコールさんのあれだったんですよね。あのね、そうです。うん、そうです、ね。で、まあ、いろいろ、あの、ユニークな活動も今でもされていますけれども。うん、まあ、ある意味での、こう、贅沢な企業、精神、うん、<laughs> 精神で。やってる。みたいです、ね、でちょうど、もう、バブルのね、本当にピークに当たるぐらいの時期だから。あの。 その時代としてはだからその後は長すぎて今ちょっとそういうことがなんか不思議な世界のように聞こえるかもしれないけど自分たちはあのお金にもならないことを収入もないのになんかねでも制作はお金かけてやってますみたいな、うん、<laughs> なんでそんなことができたのかなってこう思うとやっぱり気持ちがバブルでしたよね。未来は常に何かかあるんじゃないいっっててうね作品さえっていれば 何かすごいことが起こるんではないだろうかってていいう,うなんか勘違いがしてましまた <laughs> いやとてもすごい重要なこれは展覧会ということで,でこの展覧会に島田さんも実は、ね、あの関わっておられたっていうので、まあ、当時の目というのか、まあ、見られれた感想などもあれば、はい、<laughs> 関わっていたというか、えっと、当時あの僕大学院の1年生だったんですけども、えっと、同期で学部卒業した、まあ、岡田勉さん、まあ がえっ、ー、と切れた1年目で、まあ、新入社員としてここにお世話になっていてでおそらくその岡田さん経由で僕がバイトでかき集められてであのお手伝いに行ってたんですけども、えー、と野田さんの作品をお手伝いしたのはすごくよく覚えてるんですけども他の方の作品はあんまり覚えてなくてですね。本当にこの野田さんを多分あの ついてお手伝いしてたんかな、うん、っていうふうに、はい、<ー>思います。 そうだったので結構あの意外なところでこうつながりがやっぱりねあの出会いの場でもあったしそういうことをこう知る機会でもねあったっていうあのとても重要な展覧会なんだなということを振り返っておきたいと思いますがあの先ほどちょっとあの話をおりましたけれどもこのあとねそのモンゴルを行かれた後やっぱりもっと身近なものにということで野田さんのこう制作のえっとこう視点がえ移ってこられまして。 えっとご紹介していただきますのがギャラリーギャラリーのえっと九十七年のお作品を今はいそうですね,ねはいあのお願いしますちょっとご紹介いただけたらと思いますはい、はい、これからあとそうですね、えっと、あの、うん、これの前にえっともう一つ作品があってえそれはあの写真をお渡ししてないですけどあ、はい、まあその時に ITF で賞を頂い,いて芸術賞というその、えー、こともあって、えー、小林さんから突然電話がかかってきて、えー、2001年からあの岡山の県立大学の大学院で教えるということになりました。であの 小林さんが作品を見ていてくださってあるいは草間先生も見ていてくださって評価してくださったのかなっていうことですごく嬉しく思ったんですけれどもただ私はこのこ頃、これ紙石鹸だったりあの古いラベルだったりどうでもいいような,なんか茶ちいおもちゃとか安いものとか捨てられるものとかばっかり使っていましたのでそういう意味ではゴミからまたゴミを作って でゴミを出してるんじゃないかっていうそういうジレンマがあったんですね。プラスチックの糸も使っていましたし、環境的にどうよっていうのがあって、あの小林正和さんにちょっとあの大学院の公表会か何かの時にその話をしたことがあるんです。そしたら小林さんが僕もそうですっておっしゃって、あの。 なんかちょこちょこっていろいろお話ししたんですけど結局あの自分の生き方っていうのはあ自分の身の振り方は自分で考えるしかないんだよっていうふうになんか気づかされたようなあの気がしましたでその時に私はあなんか責任持ってちゃんといい作品を作らねばというふうに本当にあの思ったっていう思い出があります。はいで えっと、そうですね、これは2002年その翌年なんですけれども、えっと、ギャラリー・ギャラリーで商品価値を持つ言葉「水」というので展覧会をしまして。 あの私がえっと100個か200個かこうプラスチックのこういう作品を作って会場に並べてでその透明なところに水についてあのコメントを皆さんくださいということで書いていただいたんですねその時のこれ小林さんが水についてはいっぱい書くことあるよっておっしゃってえ書いてくださったものです。今日ねちょっっと持ってきましたけどあのこれなんですで,えっと22年前ですす年前ね、うん のものです、えー、その時に島田さんも描いてくださって <laughs> <laughs> 島田さんのですまた何かちょっと気になる方があったらあのご覧になってくださいあと、うん、で、はいえー、そしてあの今回、ま、あの小林線の回顧、えー、展に合わせて、えー、野田さんが、えー、制作していただいた作品について少し、えーとはい、教えてください。この間 えっと、若い人が「僕ファイブアート大好きなんです」って言って「草間先生にも会いました」とか言って熱く語ってくれてであのこの展覧会っていうのが結局あの2週か3週か。 もっっとぐるぐるる回って今の若いコロナをこう経験した人たちがあのこのファイバーとかあるいは糸の,の持つ力とか魅力っていうのを感じてくれたっていうことがとても良かったなというかいいことだなっていうふうにあの思いました。 それと私の作品についてなんですがこれは皆さんからいただいた薬のパッケージですねそれを使っています痩せ細った椅子とそれからランプちょっと希望を示すようなランプを作りましたけれども私は2000年から商品価値を持つ言葉ということでシリーズをしてきましたけどその中のシリーズの一つで「 今回は健康というテーマですあのメディアの中にたくさん登場する言葉例えば「安全」と,とか「健康」とか「若い」とかあるいは何だろう「伝統」とかっていったような言葉っていうのはあの使われれば使われるほどその私たちの手から離れていっている言葉じゃないかなというか遠くなっていってる。だからあの 商品価値を持つんだといいううふうに感じていてそのシリーズをもう20年近く、まあ、それだけじゃないんですけどやってますであのこの私の両親が、えっと、認知症だったり心臓病だったりもういっぱい薬を飲んで律儀に毎回あの忘れないように飲んでいてそれを見て両親にとってはこの薬というのがなんだか あの希望の宝石みたいに見えてるんじゃないかなというふうにあの感じました。で今回の作品は皆さんからいただいた薬なので、まあ、皆さんの健康を祈るというようなあの気持ちを込めて作った作品です。ありがとうございます。あの今の野田さんの言葉で、えっとメディアに登場すればするほど遠くなるっていうのはちょっと。 ね、考えないといけないいいとけ言葉ですねそそうそうだから雨とかいうのも展覧会でやりましたけどあの今雨っていうのもありがたい綺麗な雨は絶対降ってこなくって、えー、なんか酸性雨かなこれだ大丈夫かなみたいな雨なのでうそういう意味ではもうあの昔の雨とかあの普通に飲める小川の水とかっていうのはもう価値を持っててんどんどん遠くなっているもの。 はい、えー、いうようなちょっといろんなことを考えさせられる野田さんの作品でしたはい、えー、次じゃあそれを受けてえっ、ー、と今あの2001年からあの岡山の県立大学の方にも、えー、野田さんが来ていただいたわけなんですけれども、えー、95、えー、年から、えー、小林さんは岡山の県立大学でえっ、ー、と 指導に当たってくださいます同僚として一緒に勤めていただき今は県立大学の教授を務めておられる島田さんの方に話を進めていきたいと思うんですが島田さんにとりましての小林さんの出会いそしてから岡山というのは京都と違いましてこういう地場産業としてのこの染色が特別あるわけではないんですね。まあ、焼き物につきましては備前焼きがやっぱり長い歴史がありますので、まあ、我々もそれを誇って工芸としては重要に思っておりますけど、まあ、繊維に関すること とか染色に関することはさほど歴史が何か特別なものがある土地ではないところで県立大学にデザイン学部ができセラミックと合わせてテキスタイルっていうものが一つ大きな柱として現在も進行しているっていう場所で島田さんはお仕事されておりますのでそこでどういったことが起こっているのかなみたいなことも含めてご紹介いただけたらと思いますお願いします。 <coughs> よろししくお願いします、えっと、まずあの、小林さんとの出会いということなんですけども、えっとまあ、1992年の4月にスイスのローザンヌで、ビエンナーレが開催されまして、でそこに小林正和さん、直美さんは、えっと、コラボ作品を出品されていて、で私もそこに修士の,の時の終了作品が運よく選ばれまして。 大木さんもその時に出品されてたと思いますけれどもえとまあそこで初めてこう声をかけさせてもらってまあ本当にご挨拶制程度なんですけどもでまあそこでが最初の出会いですねでえとまあ当時多分あの小林さんもその県立大学93年に開学してますのでえそこであの同僚というか助手を探していたと思うんですでまあ後から聞いた話だと,えとまあ えっと最終的に僕にも声がかかるんですけども、まあ、何人かちょっと声をかけてなかなかいい返事がもらえなかったんだけども、えー、っとその92年の4月がビエンナーレで、えー、92年の7月にあの「染色アルファ」という雑誌に、えー、っとちょうど辻さん辻清二さんがこう記事を書かれてでその時が当時若手の,あの僕を取り上げてくれてたんですね。そ、えー、そのの色アルファにはその すぐ直後にあの川島さんがローザンヌ・ビエンナールの記事を書かれてたりしたんですけどもで小林さんがその染色アルファの,あの僕の記事を読んで、えーまあ、1964年香川県に生まれるって、まあ、書き出しがそうだったんですね。で小林さんがあのそれまで何人か断れちゃったんだけども。 香川に生まれるというところにピンと来たというか <laughs> 岡山とかが近いな、まあ、ローザンヌも出してたし <laughs> ということで、えー、とお声がかかりましてで、まあ、7月に、えー、と染色アルファが出たので多分僕夏としか覚えてないんですけども夏に小林さんからお電話をいただいてでそれで、まあ、こういう大学を作るんだけど興味ないですかってもう僕は即答で興味ありますということで。 でえー、とその少しあと9月にです、ね、京都のギャラリームーで、えー、とグループ展してましたので,でその会場にあの小林さんと草間さんがお二人で来られてで少しいろいろ話をしてでこう、まあ、別れ際に地下、えーまあ、鉄烏丸の,の駅のところで、えー、と小林さんと草間さんから よろしく頼みますとこう握手をガッチリして <laughs> えそこでまあ泣いてもらったのかなという感じなんですけどもえとまあそれがあの僕が岡山にいる経緯まあ最初の経緯なんですけれどもでえー、っとまあ授業内容ですけども県立大学は立ち上げの時は本当にあの何もないところからもう一からだったので,あので、ね、機材を入れたりとかその工房を作るところからあの 島田さんは関わっておられると,いうふう工とか、はい、機材を導入したのはあの僕は草間さんのお手伝いしただけなんですけども、えー、っと4月に開学していて、えー、って最初にアトリエに入った時にこうびっくりしたのが何にもないんですね折り機もないし染める道具も何もないというところで, <laughs> でその翌年からはもう2年生の授業が専門の授業が始まりますので。で 慌てて草間さんと2人でいろんな書類を書きまくってこういろんな道具織り機とか道具類を買ってもらったっていうのが最初の仕事ですね。うんはい、でまあ、えー、と無事設備が整って、えーとまあ、学生2年生からテキスタルの学生を受け入れるんですけれども、えー、と小林さんが担当されてたのは2年生は、えーとまあ、染色染め糸染めの授業ですね。 でそれ以外のところは草間さんともう一人の助教授の方が折りの基礎とかプリントの基礎を教えてました。であの3年生以降結構小林さんの学外展この後に出てきますけれども、はい、結構えっと3年生のゼミから4年生の前期にかけてこう結構長い期間作品を考えて実際に制作して。 建築空間に実際に展示するっていうあのカリキュラムなんですけれどもあの先ほどの大木さんの西安の事業風景その野外展というか展示を見ててあ,ああいうところからこういうところにこう発展してきたのかなというふうに思ったんですけれども一期生はこの学外に行くんじゃなくて学内のグループ展だったんですけれども97年から2004年までは左半分は小林さんがこう 実際に指導していた学外展になりますで2005年以降は、えーとまあ、小林さんの後を引き継いで私が担当した学外展になりますで、えー、と当時あの小林さんと話をして一応、えー、と学外展は10年でこう区切りをつけようと思っているで10年目に岡山県庁、まあ、岡山県の本丸にちょっと乗り込みたいんだみたいなことをおっしゃってて であの実際には、ずいぶん後に2008年に実現するんですけども、えー、と確か2003年ぐらいにちょっと早めに岡山県庁に話をしに行こうということで、2人で予約取って行ったんですけれども、もあっさり断られまして <laughs>、過去の,あのこういうところでこういうことやってますよっていう資料もたくさん持って行ったんですけども、いやいや、うちでは前歴ないからダメですっていう、本当にもうあっさり切られちゃいまして。 で2004年に小林先生が亡くなられてでもな、堅調で最後10回目やりたいっておっしゃってたしなということでいろいろ手を尽くして、えーとまあ、本学の当時の学長とか事務局長にいろいろ動いていただいて、えーとまあ、なんとか2008年に一応開催することができました。はいあのまあ、こういったあの今あの県立大学の経営こう 解説それから、まあ、あの経緯をお話しいただいたんですけれどもそれを、まあ、あの京都にいらっしゃった小木さんがねそのやっぱりその 小林さんいやまあ草間さんがそのまあ大学を新しく建てるよっていうふうなその状況をまあ卒業生としてなんか見ておられたっていうふうなこともお聞きしましたのでそうですね、うん、あの岡山に大学をあのその時は西安にあの、えっと、草間先生なんかをいらしたんですけれども、うん、で小林先生も辞められたっていう時ですね、うんうん、それであのまあ岡山に話があった時になんかその新しい学校を作るんだあの希望に燃えてなんかそのまあ理想的なそのテキストなの学校を作るんだっていうことですごく お話しされてましたし、その時はなんかそのギャーリーギャーリーを作る時の何か熱気みたいな。また新しい何か、あの課題があるみたいな感じで。あの、なんか自分たちで、その、えっと、染めは染色は入れないで。プリントと、それからあの、おりの、あの、授業をするんだっていうことを、まあ、聞いていました、うん。だから、すごく京都のね、その、もともと西安でやってたような伝統的なっていう部分は。逆に、岡山では、そういった文化とか歴史がない部分、こう。 切り離した形で ででできたって感じですよねそういうい意味ではそうですあのどちらかというとそのあのもっとその自分たちの理想に近づく学校として何か考えていらしたみたいであのまあ小林さんはもともとまあ執行を出られて専色教育を受けられてませんしあの草間先生はあの東京とそれからあのアメリカで教育を受けられているということでまたこの違ったあの新しい土地だからあの新しいことができると思われたんじゃないですか京都はやっぱりそのあの伝統的ないろんな縛りももちろんあるわけですからそういうい そういうことにがんじがらめにはならない土地で新しい学校を作りたいってなんか希望に燃えてらしたみたいな。 聞いていいてまますす、はい、ありがとうございます、まあ、そうした岡山っていうならではのね学校ができて、えー、今これから少しもう少しこの学外展についてご紹介していただこうと思うんですが、えー、小林さん自身の制作においてもやっぱりすごくこの学外展が大きな転機として作品に出ているのかなという部分があると思いますのでその辺りを少しあの,あの 島田さんの方から、失礼します。あの、はい、ご紹介いただけたらと思います。これがはい、1回目のえっ、ー、と成和町美術館にまあ当時学生が出品した作品なんですけれども、えっ、ー、とまあ学生は建物に合わせてこう新しく作品を考えて作るんですけれども、えー、そこにまあ教員も出品するんですが、えー、基本的に教員は三0出品という形で、もう過去の作品を一応持って行って展示するんですね。で、次のページに小林さんの当時の でえっと、これがその成尾美術館に設置した小林さんの作品なんですけども、えっと、タイトル素材が2種類上下に書いてると思うんですで、えっと、当初の計画では、えっとまあ、学生は先ほどの写真のように学外にいろいろ展開していくで教員は展示室とかホールとか屋内空間に30出品で過去作品を置くということで,で小林さんの作品もホールに僕と並びで置く予定だったんですけども えと搬入当日あの京都から長い竹を2本持ってこられまして「島田君ちょっと場所変えるし」<laughs> って言って、えー、と外へ飛び出してこの壁2枚の壁に挟まれてるところにこうあの野立シリーズを釣るとでその竹をどう使うのかなと思ったら要は突っ張り棒ですね竹をぐっと壁に押し当ててしならせてで反対側の壁にポンと置いてで2本それをやってその間に野立シリーズを釣 ででその下に一本の木を設置してでこれでこう新しい野立シリーズの5作目ができたということになりました、まあ、その後あの来館者用のこう配布する地図をこう書き換えることになるわけなんですけどもやっぱりすごくこうまいなと思ったのがあの安藤さんの建築あの 前回の直美さんの話でもあの安藤さんの建築好きですごい本も買ってこられるとおっしゃってましたけどもで安藤さんの建築をうまく先に取り入れてるなぁと思って「野立」シリーズなんですけどもあの側面とかあの天井の布がですねちょうどあのコンクリートの打ちっぱなしのでコンクリート打ちっぱなしは。あの 900×1800 のコンパネを型にしてコンクリートを流し込みますので,でそのコンパネをつなぎ止める時のにできる穴がセパ穴っていってあるんですけどもその布にえと比率が縦横がちょうど1対2の比率で,でセパ穴のこう穴が4つ開いててで安藤さんの建築と自分の野立てをうまくこう高温させてえと新作を作ったなっていうふうにすごく見てて。 すごいなというふうに感想を持ちました当時次がちょっとその最初の「なりは以降はえっと小林先生もやっぱりこういう過去作品を展示する、まあ、我々もそうなんですけどもえっとでこの次にえっとそうですねこの2003年「吉備高原小学校」でこれも当時の,あの学生の作品で。 右上の方に草間さんがちょこっと映ってますけどもこれは学生の作品としてで次が小林さんの作品ですね。ですごいカラフルなハンカチでちょっとよく見ておいてほしいのが側面のすごいカラフルなハンカチに対して屋根の部分がモノトーンなんですね。作品自体は小学校ですからまあ休み時間になったら小学生。 あの生徒たちがこの中へ入ったりいろいろ楽しんだんだろうなというふうなことが想像できるような作品なんですけれどもその次の年になると,えとこれ倉敷市芸文館の当時の学生の作品野外にこう大きく展開する作品なんですけれどもここで小林さんの作品があのこの外のロビーに吊るしてある作品なんですけれどもやはりカラフルなこうハンカチを。 歯、えー、衣のように仕立てたものでしてでこの、えー、っと作品の中にもほとんどがあのカラフルなハンカチなんですけども右下の真ん中あたりにあるのがモノクロの、えー、が1枚混じっているわけですねでその辺のこう配色の感覚っていうのがもしかしたらこういうとこにあったのかなっていうのが次の作品なんですけどもあ作品じゃないですね次は。えー、っとこれ えと当時の2年生が作っていたまあカラーチャートみたいなもので,で右の方はあのシルクスクリーンプリントの課題の最初に作るカラーチャートですね10色でまあこういうふうに色を交差させてこう配合を見ていくっていうものでこれは小林さん以外の先生があの指導してたものですねで左側がえっと糸染めの授業で小林さんが指導していた時に作ったこうサンプルになります。 であのまあ、10色プラスあの周りにモノトーンを配置してカラフルな周りにモノトーンをこう配置してなんかこういう配色の仕方っていうのがこう後の作品の方にも、まあ、課題授業の課題の中にも、えー、小林さん独特のこう感覚っていうのが出てきているのかなってなんか後からちょっと思ったりしました。 ありがとうございます。えー、そしてえー、っと今回えー、っと島田さんのご出品作品、えー、あのロビーのところにも展示されておりますが、えーっとこちらの方のご解説をお願いします。はい、えー、っとやっぱりあのー？まあ、この展覧会のためのこう新作をということで、えー、っとまあ、1年半ぐらい前に、えー、下見に来させてもらいまして。 で最初は、豊崎さんとか野田さんとか道田さんが展示している4階の方を案内されてでここに野立シリーズを写るのでまあこの周辺にこう作品を配置してほしいということでそういう説明を受けてたんですけれどもえとその後あと1階のロビーの方に移りましてでこのロビーも一応展示スペースとして使える。小林さんのの衣は窓の方 窓際にえとまあ何点か配置されるっていうことで,でその時は具体的にどういう作品をあの作ろうかとか配置しようかっていうのはかん具体的には考えてなかったんですけれどもえと後になっていろいろ思い巡らせてあのまあやっぱりまあ小林先生にこうオマージュを込めてっていう作品であれば。 やっぱりインスタレーションっていう作品にどうしてもこだわりたかったんですね。で95年から一緒にこうお仕事をさせていただいてで、まあ、お互いにこう展覧会のこう案内をし合ったりしててでで僕も。 こ,うまあ、ここで個えになりますとか次はこういう展覧会しますっていうふうな情報を小林先生にこうお知らせしてで小林先生も「島田君見てきたよ」とかこう言ってくれてたんですけども、まあ、特にあの行ってきたよっていう、えー、と,ところで、まあ、作品がどうだったかとか、まあ、そういう、えー、と感想みたいなところは、まあ、あまりこう聞いたことがなかったんですね。でそれが2001年のこう 成和町美術館ですねあの学外展でも使用させてもらってたでここのこの作品を見た時にあの初めて作品の内容について「あこの作品すごいいいね」っていうふうにあの、まあ、褒めてくださったというかで、まあ、そういう作品が2作品続いて、まあ、両方ともインスタレーションだったんですけどもでなんかまあ僕がいまだにインスタレーションにこだわってる理由が、まあ、その小林先生からの言葉というのも一、えー、つ大きな 要因になっていると思いますなのでそのまあ大型のインスタレーションをこう一部を切り取る形で4階に展示するんではなくってまあ小林先生の作品もロビーに羽衣があるしその広い空間で何か展開できないかなと考えた時にえと羽衣が2004年の,あの晩年の作品ですので,で。 2004年というと僕11月に義町岡山の奈義町現代美術館で個展してるんですけども、まあ、やっぱり2001年2003年とこう褒めてくださったので次の奈義町もこう作品を見てもらって、まあ、何かコメントをもらえると嬉しいなというふうに考えてこう作制作の真っ只中に訃報、えー、を受けましてだから小林先生にはこの11月の右下の赤い奈義町の作品を見てもらってないんですね。 なのであのこの奈義町の作品を、えーっとまあ、色はちょっと赤はきつすぎるのでこう白に置き換えてで中のこうフレーム構造なんかは当時のものを使って、えー、布だけ白に置き換えてあの小林先生とこう向かい合う形で、えー、っと作品を展示させてほしいということで、まあ、美術館の方にこう提案させてもらいましてで池田さんの方にもこれでいきましょうというふうに。 おっっっしゃってくださったのでそれで新ししくまあ作りま,したでまあとにかくえっと当時の赤い作品はこう人間の内面とかまあ内臓とか生命記憶とかそういったところをテーマにして作ったんですけども今回の白に対する思いはあのもっとこう空間に溶け込むようなあの作品の背面の壁が白ですしえとその空間にもうひっそりとでいいのでこう。 静かに佇んで小林先生の作品とこう対面対峙しているっていうような空間をまあ共有するような場を作りたかったのでまあいう作品にしましまたありがとうございます。えー だいぶ後半に進んできましたがあのこのように4人の作家の皆さん方がそれぞれの小林さんの70年代から2000年までずっとこの年代ごとにおって関わり合いながらご自身の活動とこう、まあ、こう一緒にこう動いてきたのかなっていうふうにお話を伺って思います。少しここで、えーと まとめとめしての、えー、今回のテーマでありますそのメンターとしてえ決して、えー、こう上司であるとか、あのー、本当に上下関係としてのつな、えー、がりというわけではなくて相談相手であったり、えー、とこう助言者であるというこのメンターという言葉の、えー、持っている部分として、えー、関わってこられた4人の方からまあ どういう人物で小林さんというのがあったのかなってことを一言ととずつちょっとまとめをしてみたいと思いますが野田さんからこちらからよかったらはいあのお話しいただけたらと思いますあの細かいことをあまりおっしゃらない方だというふうに思っていますでそれが学生にも伝わってなんだかこう緩やかというか学生がそして緩やかなんだけど決めるときはきちっと で、あの最後の使命はちゃんとやってくれるっていうようなそういうあの学生たちの雰囲気っていうのがあって、それはやっぱりあの先生方のあの影響があるのかなというふうに思いました、うん。ありがとうございます。豊崎さんはどんなふうに見られましたかね。うん、あのまあさっきあの岡山の本の話もあって、あの僕もあの。 大学院ができる時に最初に声をかけていただいてあの正直言うとあんまりよその大学に行きたくなかった単純に面倒だなっていう時間的な問題なんですけどただやっぱり小林さんに言われたってことでやっぱり小林さんに答えたいっていう気持ちだけで <laughs>。 あの行ったんですけど小林さん、かなり状態があのやっぱり良くなかった時期でもあってまあもう少しなんか話す機会もおなかなかなくてですね最初に行った時だけあ,のあえてあの研究室にあの入れてもらったんですけどあのやっぱり小林さんはその建築が好きとか空間が好きまあインテリアまあそういうところは僕もすごくあの魅力的で影響を受けている,てるんですけど。 あの研究室ってよく分かるんですよ先生っていうものがのの開けたとたぶん分わかっちゃうんですよね、うん、それで、まあ、かなり独特ですよね小林さんの部屋は何もなくて<ー>なんかベニヤが貼ってあるみたいな感じですよ、うん、ちょっと説明できないですねあれは、うん、だからまあやっぱりこれはそういう何か直接な言葉とかなんかじゃなくてそういう小林さんの趣味とかあの、まあ、感性みたいなものから。うん 非常に影響ま受けているということはあるんじゃないですかね。ありがとうございます。はい、あの、島田さんどうですか？そんなに柵受けなお部屋だったんですか？小林さんの研究室って風景というか、そのあの工業製品を隠すみたいなところですね。壁紙とか床とかも全部ベニヤで囲ってしまって、うん、えっとだから京都で木材を買って、それを車に積み込んで持ってきて、それで。 僕も一緒に手伝ったんですけどもあのかなり強引に壁にガンガン <laughs> コンパネを打ち付けてですね床もちゃんと張ってで天井にもちょっと布を張ったりしてでペンキも塗ってで木とまあ白い空間に囲まれている研究室っていう感じですね、えー、今はずいぶんちょっと僕が帰っちゃいましたね僕島田さんの研究室になったんですねちょっとないですね、ああいう研究室は見たことがない あの、え <laughs>、豊崎先生の研究室大変楽しかったですね。<laughs> あの、いろいろ、あの、並んでましたね。<laughs> 並んでましたね。作品が並んでたりしましたけど。うん。あ、あの、島田さんは、その、やっぱりすごく、あの、小林さんから、やっぱり、こう、いいねって言われたことが。すごく、励みにもなったし、みたいなお言葉がさっきありましたけれども。はい。そうですね。やっぱり、あの、ここに写真はなかったんですけども、こう、倉敷の工房以降っていうところで。 えっと、言葉かけてもらった時にはそのギャラリーのオーナーさんに向かって「ねえねえこの作品いいでしょいいでしょ」っていうのがそういうふうに言ってたのがすごいこう印象的だったんですけども、うん、ただあの、まあ、大学の、まあ、教員としてとなると、えっと、学生をとにかく外に連れ出そうとしてたと思うんですね。うん、でさっきの学外展ももそうですけども、まああのまあ 最初にまず建築の見学に行ってアイデアを起こしをしたりするのに、まあ、その練習としても、まあ、大体2回は建築を見学に行くんですでそれ以外に、えー、っと香川の丸亀の猪熊の美術館に学生連れて行ったりとかその近くのもう一軒美術館に行ったりとか鳥取の写真美術館とかアジア博物館それから、えー、っとあと京都の犬種旅行もしてましたからそうなると,、えー、っとグランビアに収蔵されている作品 染め工房とそれが2か所で川島織物博物館でスクールの方も見学させてもらってだから3年生を対象にしてましたけども大体年間10か所は学生を連れ回すんですねであのなかなかバスも借りれないのでえっと小林先生と僕の車2台に学生詰め込んで発信はるんですけども。で えとまあ、当時だからでもできていたことで今はもう大学のルールも厳しくなって学生を教員の車に乗せちゃダメなんですけれども、うんまあ、当時のちょっと緩やかな時期だったからこそ、えー、とそういうこともこう自由にできたのかなというふうには思います、うんはい、ありがとうございます。あの大木さんメンターとししての小林雅一,っていう一言お願いいますはいまあね 一般的な意味でねいい指導者かどうかはちょっと分からない <laughs> っていう感じなんですけれどもただあの覚えているあの言葉はあの2つありましてあの先生はライバルを作る仕事なんだってあのアーティストをまた作るわけですから自分のライバルを作る仕事だっていうふうなことを言われてましてか学生をもう作り手として見ていたっていうことですね。 というのともう一つはあの好きな人のために作るっておっしゃっててであのコンペに結構いろいろ出して賞、まあ、を捉えたりとかいろいろしてましたけれどもあの好きな審査員のコンペに出すって言われててでその審査員の,のためだからその審査員がまあ喜びそうな作品を作るみたいなことを言ってらっしゃいましたっていうまあなんか作家の姿勢みたいなものを結構見せていただいたなと思います。 はい、ありがとうございますあのとてもその学校の現場であったりとかその社会の、まあ、ちょうどバブルのいい時期を経験されたっていう先生の,こうあの活動時期っていうものがあそういう時代だったとは思うんですけれども、まあ、最後残りの時間でやはりその ビヨンド先生が亡くなった後のその20年っていうのはやっぱり先ほど島田さんの言葉にもありましたが学校のやっぱりシステムが変わったりとかあのいろいろな価値観も変わってくる中で皆さん今政策に当たったり指導にあたっておられます。そうしたこととから最後ご自身の今のの今活動と、まあ、あのを振り返り返つつ少し現代の あのファイバーアートと現代美術の関係であったり、えー、教育現場の、えー、今のあり方みたいなことを、えー、少し最後にご紹介をしたいと思います。まずえっ、ー、と富崎さんの方からなんですが、えー、ちょっとスライドの順番で、あのー、ごめんなさい。比較的最近の、はいうん、あの去年のこれまあ一応設計ではないんですけど設計さんに関係する展示としてあの、えー、神奈川県のあの西島というところの。 使ってないですね幼稚園の遊技場を使ってですね、まあ、とてもいい空間だったんですよね、それでそこにあの地元の人にたくさん来てもらって、えー、こボタンを置いてもらうんですね、それからボタンくださいとか言ってもう20年以上、そんなことしてるんですけどボタンもどんどん集まってきて毎回、いつも最後、これが最後だとか思って。 あの作るんですけど、まあ、だから一番こう。ボタンもたくさんある中で、まあ、これぐらいのものができたってことなんですけど、あの実はあの2010年にあの観客として瀬戸内芸術祭を見に行きました。それであの実は野外展ってあんまり興味なかったんですけどね。えっと。 あのいろいろ見ててあんまりやりたいと思わなかったんですけどあのとてもいいなと思ったのは僕が神戸に住んでて、まあ、瀬戸内がまあ素敵な場所であるということ島々がね素敵なっていうこととまあ,あのそういう人ですよねその人がすごくこう喜んでいる様っていうのがとてもいいなと思ってその時一番感じたのはなんで僕の作品はここにないのって思ったんですよ、うん、っていうのはあの。 これ2010年なんですけど、えっと、80年代にギャラリー・ギャラリーがやってたこととほとんど同じだなと思ったんですよ。だから30年も経ってギャラリー・ギャラリーで、まあ、みんながこう実験的にやってたようなことをそのままちょっとクオリティは上がってるかもしれないけどあのやってるんだなと思って。 まあやっぱりそのまあ小林さんもずいぶん、るのねやってるんだなって今日改めてあの認識しましたけど、野立とてていう作品を見ても、ですねやっぱりこう空間ということと人との変わり、そこを非常に重視してたということを、僕、今日改めてあの感じました、それで自分はそういうことをなんとなく思ってやってきたんだなっていうふうに思います。 だけどあの正直言うとあのまあ別に多分これ最後になのやつよね喋るのねなので <laughs> えっと一応ビヨンドみたいな話をあのしようと思うんですがあのなんかこのこの先があるっていう風な感覚は実はなくなくてあのいつももうやめたいなと思って <laughs> <laughs> いるんですよねこの先あの本当えー、これやってあのね肩が半年上がらなくなりまして。 もうちょっと肉体的にもね。ちょっと無,無理なんですよ。まあそれでずっとあの今ちょうど私大学も辞める。あの定年してですね。あの4月からちょっとフリーになるので、ね、ずーっと考えてたの。何しようかってう,かうん。何もしないでいるのが本当は1番いい望むことなんですけど、あの楽しくないんですよね。あの楽。 必ずししも楽しくないだからちょっと苦労することを見つけないとですね、うん、実は楽しくないっていうのはもう経験的に分かっていてでずっとあのそのことばかり考えてだから世の中がどうなるとか、えー、ファイバーークがどうなるとかっていうことは、うん、ほとんど関心がなくてですね <laughs> 関心がなくて、えー、自分がこれからまあ例えば10年間、まあ、今までもこう割とこう節目を作って。 自分なりにはやってきたと思うんですけど、まあ、何ができるのかっていうことをあのす,ごすごく当たり前のことをやりたいなと思ってでその,あのキーワードが1つだけあってあの実はあの「え」ええっていう文字をちょっと台前に調べてみたらあれ伊藤編が何で伊藤編なのかなってちょっと疑問に思って調べたらすぐ出てくるんですよ皆さんも調べたらすぐ出てきますけど。 要するにあれはあのちょっと飛ばしますけど刺繍糸のことなんですよね絵って刺繍なんだって気が付いてでなんで絵が刺繍なのかつまり別に刺繍が絵だっていうことではなくてまあ一つの代表として捉えられてつまり絵を描くってことはもっともっと大きな意味のあることなんだろうなと思って。 なんか自分が、これから、素直に絵を描きたいなというふうに、思っています。それでは終わります。あ、へー、へーとか言っちゃいけないですけど。あ、それ、二千回、あの、糸が合うと書いて、刺繍、まあ、刺繍は絵をねのね、表現する合る。合うは違うんですよ。あ<ー>、合う<略>は違う意味なんですか。うん、あの、糸に入れ物。っていう。身が壺なんですよ。壺。だから、い、あの、いろいろと入れとくもの、あれは絵は表しているんですよ。 だからまさに刺繍をする絵の具なんですうん。でだいたいその絵の具だとかキャンバスなんていうのは割と最近のもんですからねむしろ刺繍の方が圧倒的に古い<ー>古いわけです、はいね、古いんです、ね、そういうことですそういうことです でそれで、えー、と次ちょっとスライドの方はあ大木さんを用意してたんですが先にちょっと島田さんの方から、えー、と島田さんと、まあ、大木さんはまだ現役で大学の方でこう指導にあたられているということで、えー、とその昔と少しね大学の現場も変わってきてるんだよってことを含めて、まあ、現在の活動、えー、みたいなことを少しご紹介できたらと思います。 はいえーとまあ、学外展も今現在やってなくてその後どういう、えー、活動を学生と一緒にやっているかというとまず岡山県立美術館、まあ、福富さんのところでやっていることなんですけども、まあ、ワークショップですね適して歩けのワークショップで、えー、と結構長い時間をかけて、まあ、5月ぐらいからこうどういう内容で実施するかということを学生に考えてもらって。 でああでもないこうでもない議論を重ねた後に8月に美術館の方で、えっと、学芸員さんにプレゼンテーションしますで今左の写真がプレゼンテーションしてると,ところですねサンプルとかいろいろ持ち込んで資料を渡してこう学生が説明しているところですで、えー、そこでいろんな意見をあの助言とか、えっと、ここをこうした方がいいとかっていう意見もらいますので で11月は美術館の方で伝統工芸展を開催していますので、まあ、その伝統工芸に、えーまあ、ワークショップに来てもらう皆さんがこう少しでも興味を持ってもらえるような、まあ、そういったところを学生が目指していてで、まあ、右下の方、えーとまあ、染めのワークショップもあれば、まあ、こちらの方は 予約制なんですけども上の方は広場で折り木を体験したりとかえとまあ来た人が誰でも参加できるようなワークショップの場も提供しているんですけどもまああのここでまあ一番大事なところが普段学生はこう一方通行受け身でえとまあ勉強しているところを今度は全く逆の立場ですね自分が教える立場になって染色を指導するっていうところですね。 であの自分では折り方染め方分かってるつもりでもいざ教えてみるとあれここってどうなってるんだろうみたいなところが、まあ、よくあることなんですけども、えー、そこをちゃんとあのきっちりあの一般の方に未経験の方にも教えられるように、えーとまあ、自分でこう勉強もしあの問題点を解決したりとか来場者とうまくコミュニケーションを取れるようにっていうところを、えー、身につけてもらっているのかなというふうに思います。 これ当館の,の方でやってるんですけれども、えー、夏のプレゼンテーションの方はあの美術館に、えー、と博物館学の実習に来る学生さんにも、えー、その審査に加わってもらって学生が学生を 審査ししてて助言をし合うっていうといなこともやっておりますあの博物館学を勉強してまあ学芸員の資格を取るとかまあそういうふうなことを勉強している子たちがえ同じほとんど年代3年生なら3年生同士のものを作り手の側が提案することをえ受け止め側がどういうふうにこう感じるかということを審査し合うっていうふうなこともやっておりますのであの学生同士がそれぞれ やっぱりこう教えられる側だけの立場にはいない状態をやっぱり作っていくっていうのが少しちょっとここではあのやっているこあの我々この大人側が何かその。 あのもうジャッジをするのではないっていうふうなことを少し盛り込んでいる時間を持たせていただいておりますし実際に本当にこちらの方は美術館を会場に一般の方に学生が指導してくれる手をかけていくっていうふうなことを実践としてやっているプログラムです。でもう一つ岡山の県下で取り組んでおられるプロジェクトが高橋の成り美術館の例なんですけれども。 えとまあ化石デザインプロジェクトって書いてるんですけれどもえとまあ高橋市のまあ成田地域があ,のあんまり知られてないんですけれどもえと植物化石の世界的な有数な,有数な産地なんですねでえと38種類もの新種の化石が見つかっているっていう土地なんですけれどもえとそ,のそういうことをもっとこう県内県外問わずこうアピールできないだろうかっていうところで えっとまあ、じゃあ、県立大学と美術館とがタッグを組んでこうやりましょうということで,で、まあ、大学の学生がいろんなグッズを作って販売するということは、まあ、他の大学でも結構やっていらっしゃると思うんですけども美術館のミュージアムショップでもう公式のグッズとして売り出すというところはなかなか珍しいのかなと思います。でもうあの春 今年も先日見学に行ったばっかりなんですけども化石を見学して資料を見学してでレッサンを50枚で、えー、とグッズのデザイン案をさらに50枚作ってその中から試作を作ってで、まあ、途中で学術チェックですね学芸員さんのチェックが ちゃんとこれは正しい表現かどうかっていうのもチェックされ、最終的には審査を経て審査を通ったものだけがミュージアムショップのグッズで販売されるということになります。だから大学の中でこう先生に公表してもらって終わりじゃなくって、実際に資料収集それから調査でそこからデザインを考えて実際に制作してそれを販売するところまで学生が体験するっていうようなプログラムになってます。 はいえっと、まあこういった中で、まあ、そのまあビヨンドの部分でこう島田さんがちょっと考えておられる、まあ、あのところっていうのはありますかこういう活動を続けながら。教育の現場ですねまず1つにはえっとです、ね。さっき小林先生が3年生をよく見学に連れて行ったって言ってたんですけどもあの今はまあ教員の車じゃ難しいんですけれども。 えっとまあ、こういったプロジェクトとは違いますけどもなんとか学生を展覧会に連れていく方法はないものかというところがこれからの課題だと思っていますで最近須藤さんとも話したんですけども今の学生さんはとにかく展覧会とか、まあ、ギャラリーとか美術館に足を運ばないので須藤さんなんかもしょうがないから私が引率して行ってるっていうふうにおっしゃってましたけども。 なかなかそうでもしないと今の学生はなんかスマホでこうググって見てでそれでも分かった気になっているところが多いのでやっぱり今回のこの展覧会とも現場に足を運んで,でやっぱりその素材を直接生で見てみないと分からないものってたくさん情報としてあると思いますのでこれからの課題としては学生にもういいものをたくさん見せたいそのための方法はどうすればいいんだろうというところですね。 ありがとうございますちょっと戻りまして同じように、えー、と名古屋で、えー、と学生への指導にあたっておられる大木さんの方からあー今の、えー、学校の現場であったりとか取り組みについて同じようにちょっとご紹介いただけたらと思います。はい 私は2005年から名古屋芸術大学に行っておりますで、えっと、まあコースの方針を決めるときにいろいろ考えたんですけれども2005年の起点ではあのまあ若い人ですね学生の人たちはもうアートにはあまり興味がなくってそれよりも自分の小さな世界とか、まあ、自分の楽しい生活の方が興味があるということでデザインの方に興味があるっていうことが一つありました。でえっと、もう1つあの名古屋芸術大学のテキスイイはデザイン 他にあったとっいうことですねであの。その2つのことからあの、まあ、考えてみると、えっと、愛知には繊維産地が2つあって、えっと、有松絞りとそれからという染めの産地とそれから美酒産地という織物の日本最大の産地があったのでそ,れそれとのコラボレーションしようということで。えっと 考えたんですけれから、まあ、今はファクトリーブランドとか結構あるようになりましたが当時あの産地の工場にデザイナーは入っていなかったわけなんですねで、まあ、技術力はあるんだけどデザイン力はないっていうあの状況でなかなか立ち行かない状況があ,のありましたで、まあ、デザインを学んだ学生の力であのその地元の産業に貢献する学生を育てようということであの産学連携の授業を始めました。 でえっとこれ有松絞り産地でえっと蟻松絞りって割と複雑な柄がまあ有名なんですけれどもまあそれではなかなかその学生のあのアイディアとか引き出せないと思いましたので板締め絞りというあの布をまあたたんでそれを板で挟んで染めるという割と簡潔な技法であのえっとやっておりますで左がまあハリさんっていうまああの板締め絞りをやっている工場でえ最一番最初に染めたところで何回もまあ工場に行って製作をしてえっとブランディングをして で手拭いブランドを作るという今はあの授業をやっておりましてでえっとこれはお茶の子っていうあのえっとブランドなんですけどまあお菓子和菓子のことなんですけどそれをまあテーマにしたこれはあのえっと。 お店を、えっ、ー、と有松絞り祭という、えっ、ー、と毎年6月に、あの、えっ、ー、と、あの、もう何万人も来るようなあすごく。あの、たくさんお客さんが来るお祭りなんですが、そこで販売をして、で、毎年こうやって販売しているみたいな、まあ、授業を、まあ、一つ有松では。しております。これは2005年からやっています。うん で美洲産地の方はなかなかあのあのあと有松の場合はすぐにまあそういう事業はできたんですけれどもあの織物産地の方はなかなかハードルが高くてそれが10年ぐらい事業するのにかかっています。 でえっと一宮市とかあのあの橋間市ですね中心とした毛織物のまあ産地でしてでまあ工場見学をこれはあのえっと防錨工場ですけれどもまあいろんな工場を回ってで学生があの一人一枚あのえっと織物を織ってもらうデザインしたものを織ってもらうという授業で右側にあのありますでそれをあのえっとアパレル関係のまあ展示会に出していくっていうふうなあの活動をやって っていますあの今一緒、中に真ん中の上で映っているのは宮田信也さんというファッション、えーっとえー、なんキュレーターの方ですが、うんまあ、そういう人も、まあ、あの来ていただきながらやっている事業です。 でもう一つまあ名古屋帽子というのがあるんですがあの名古屋実は帽子の産地でして帽子はあの東京と大阪と名古屋が産地でしてでテキスタイルだけでなかなかその産学の授業をやろうと思ってもテキスタイルも素材なのでそれを何か縫製しないとこうプロダクトにはならないということで,でその中でその帽子というものがあのすごく要弱が少なくっていろいろ可能性があるということで帽子の産地ともいろいろプロジェクトをやっています。左は森安さんというあの、えー 工場さんでで帽子の見学をしているところスパリコレなんかにもここの作ったものが出ているようなすごく優秀な工場さんです。で右側の,ものはソウソウというブランドが京都にあるんですが和装を和風な感じのアパレルのブランドなんですがそこのディレクターの若林さんと一緒にやっていた事業で過去の事業ですけれども。 えっと和装に似合うゆかあ浴衣に似合う帽子というあの変わったあのタイトルでやっていた授業でこれ2クラス分ありますがえっとこの写真の左の一番下のベレー帽みたいなものは採用されましてあのえっと今でも早々で販売してますので多分京都の街で見かけることもあるかなと思いますその帽子はこの森保さんが作ってるんですがまあそういう授業をやってます。今年からあの先ほどの地で作った生地を あの帽子に仕立ててであのえっと帽子問屋さんが札幌で販売するっていうあの企画をやっていましてあのまあ美臭の布を今度は学生自身がプロダクトのデザインもしていくっていうまあ活動をまあし,ているしています。そういうことによってまあ,ありますとかあの美臭で起業する人がいたりとかまあ産地の会社に入ったりとかあのそういうふうなあの状況が生まれてきています。 ありがとうございます。まあまあ、こうしたあの活動でその学生の質が変わってきたりとかいろんなこうそれに合わせたカリキュラムを作ったりっていうふうなことを、えー、なさっていると思うんですが、まあ、そうした中でやっぱりそのビヨンド、まあ、ちょっとまあ今後についてまあこういうふうに見通しているとか何か思いがあったら一言最後にお願いします。はい。あのー まあ学校で学生というか若い人を見ていてでそうするとまあ本当に世代,世代時代が私たちのことは変わっているということであのまあ90年代以降ですねやっぱ繊維産業非常に伝えてきて伝えてくるとまあいろんな工場を見てて分かるんですけれどもえっと染色の伝統的な素材技術がどんどんなくなっていくという状況を目の当たりに見ているということですねで。そういうい染色の、えっと 魅力とかを伝えて技術と素材をなくさないっていうのをまあ若い人になるべくあのその、えー、っと素材の魅力をあの技術を知ってもらってそれを、まあ,あの後に伝えていきたい。 行ってほしい,っていうふうなことをしたいということとそれからもう一つはあの今やっぱデジタル情報社会であの学生見てますともう頭の半分ばあちゃんの世界なんじゃないかな <laughs> なんかゲームの世界で半分生きてるようななんかそういうふうに見受けられるんですけれども一方なんか手触りのある世界セクシチャーのある世界っていうのはあのまあ真逆ですごくまああの興味を持つ学生があの いるなっていうのはあの感じています。ハンドメイドに興味を持つ学生もまあいるなっていうことで、なんかそういうあのまあ、素材の魅力だとか技術だとかそういう手触りですとか手で作ることとかそういうことをする人がまあ,あの残っていくといいなっていうふうに思っています。それが染色をテキスタイルをつあの後に残していくというあの人の生活を豊かにするテキスタイルをま残していくということだと思っています。 はい、ありがとうございますその技術と素材という意味ね、とっても大事な部分だと思います。で、えー、最後ちょっと時間オーバーしてごめんなさいあの最後に、えー、と野田さんの方からは学校現場というわけではないんですけれども、えー、やっぱり民間という立場であの取り組まれていることの事例を最後ご紹介いただきたいと思います。あごめんなさい 1973年の設立当時から51年目になりますけれどもあの川島テキスタルスクールはあの大人の,あの学校として成り立っています。 え卒業大学卒業してあるいは社会へ出て一度戻ってくるとか、えー、もう一度勉強したいとかいう人があのスキルを求めてやってくるので高度で良質なクラフトであったりそれから暮らしのテキスタイルといったようなことを目指しています。えー、隣に 川島織物セルコンがありますのでそちらの方でプロダクトインテリアプロダクトであったりそれからあの伝統工芸ですね今映っているのはえっ、ー、と修復ですね修復とか復元とかといったようなものを直に学ぶことができます。えっ、ー、とこの スクールの理念とも言える言葉というのが、はい、初代の木下理事長の言葉なんですがちょっと引用しますと「あ漢方緩やかな歩みそして持続」というようなことがずっとあの大事にしてきている言葉です。そして用やでは あ輝きを持つに至らないとまさに手の仕事というのはそういうものではないかなというふうに思っています。えまファイバーアート事情というようなことに関してはあの私はあのファイバーアートっていうのはある時期のムーブメントというふうに捉えています。 小林さんはファイバーアートの領域を作ったとかファイバーアーティストというふうには全く思っていませんで工芸とアートっていう領域を溶かした人というかそういうふうに思っています。今後の思いいいい描くテキスタルあるははファイバーととうことについてはコロナを 経た後で人はまあオンラインとかいうことを経験していかにあの手の手触りとかキメとか匂いとかいうようなものが大事だったんだっていうことに気がついたであのテクノロジーが進めば進むほど手の仕事というのはさらに重要になってくると思っています。というのはあのテキスタイルというのは皮膚に一番近いところにある。 ということで、あの人間にとっては本当に重要なあの要素を持っているということですね。うん、アートに関しては？あの今、とてもニッチで特別な世界のように思われているかもしれないけれど、私があの制作している中でも。 えっと、毎日ご飯を作るのと同じように物を作っていくっていうふうに私は考えています。で毎日のご飯っていうのは人の生き方そのものが見えてくるようなものですからアートも同じでその人の生き方というようなものそれ自体がアートではないかというふうに思っています。 ありがとうございますあの野田さんに最後まとめていただきましたけれども、えっと、皆さんの中で、えっと、小林さんが亡くなった20年やっぱり社会の変化と我々の今の実生活っていったものがあのこのファイバーアートであったり、えー、テキスタイルっていったものとやっぱり関係しているっていうふうなことを少し考えながらあこれからの、えー ファイバーアーアトともう皆さん4人の方が皆さん私たちはファイバーアートじゃないとおっしゃっているのですが今回のテーマである「ファイバーアート」という言葉を使わせていただきますけれどもさまざまな繊維を使った。 ああこう作品にこれからもまた多分出会えるだろうっていうその特色みたいなものをまた見ていきたいなっていうふうにえっと私は学芸員としても思っておりますしこちらにいらっしゃる方4人の方を含めまた皆さんがますます面白い作品を発表してくださることを楽しみにしたいと思います今日はあの少し10分ほどオーバーしてしまいましてごめんなさいあのこのラウンドテーブルにご参加いただきました皆さんも展覧会を楽しんでいただけましたでしょうか。 あの今のお話を思い返しながらまたあの展覧会会場の方も楽しんでいただきたいと思います。あのよりのパレードの皆さんもありがとうございました。あの聴取の方もありがとうございました。これをもちまして終了させていただきます。ありがとうございます。